彼女と再婚するから俺と離婚をしてくれ。俺が今まで生活を支えてきたんだし、慰謝料は当然ゼロ円でいいよな。悪びれた様子もなく、堂々とそう言ってくる夫。私はそんな夫にとことん呆れてしまった。いいわよ。その代わり、私の要求をすんなりと受け入れた夫。だが夫はまだ知らない。この離婚で損をするのが一体どちらかということを。私の名前はのぞみ、38歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して10年になる。私たちのもともとの出会いは職場だった。同じ会社で働く同僚として私たちは認識していたのだが、プロジェクトで一緒のチームで働く機会が増えて、自然と距離が縮まっていった。それからどちらからともなく二人で飲みに行ったり、デートに行くようになり、交際がスタート。そして一年半ほどの交際期間を経て、彼からプロポーズをされて結婚することになったのだ。彼は結婚をしたら私に家庭に入ってほしいと言った。私は仕事が好きだったが、専業主婦も経験してみたいとも思っていたので、寿退社をすることに。結婚式では友人や職場の人たちなどたくさんの人にお祝いをしてもらい、とても幸せな式を挙げることができた。夫との新婚生活はとても楽しくて、私はいい妻になろうと毎日家事を頑張った。料理本を買ってはたくさんの料理を作って腕も磨いた。夫はいつも美味しいと嬉しそうに食べてくれる。そして仕事の方も一生懸命に頑張ってくれていた。お互いが働いていた頃は私の方が給料が少し上だったけど、今は当時の私と同じくらいの稼ぎを持ってきてくれる。だから私も主婦として節約を頑張って貯金をしていこうと思った。ネットや YouTube などで節約術をたくさん調べて参考にし、固定費をできる限り削ったり、食費に関しても無理しない程度に抑えていった。おかげで結構な貯金を毎月することができるようになった。まあ夫はもう少しお小遣いが欲しいと軽く嘆いていたが、それはどこのサラリーマンも抱える悩みだということで許してもらおう。それからも私は専業主婦として家事に節約に頑張っていった。そうやって頑張れたのは、夫が私のことを定期的にねぎらってくれていたことも大きいと思う。いつも家のことをとても頑張ってくれてありがとう。安心して仕事に集中できるよ。夫はそう言って私に感謝をしてくれた。そんな風に言ってもらえたら、私も嬉しくなってついついもっと頑張ろうと思ってしまう。結婚してから数年が経ってもこんな感じで、平和で仲のいい夫婦生活を送ることができていた。そんな中、夫が家を購入しないかと提案してきた。今住んでいる部屋はまあ不便ではないけれど、二人で住むには広いし、そろそろ新居を構えてもいいと思うんだ。私も夫の意見に賛成だった。今まで節約をしてきたのは、こういうふうに大きな買い物をするためでもあった。私もマイホームが欲しいなと思っていたので、家を買うことになり、私たちはすぐに不動産屋へ行くことに。そしていろいろと物件を見たのだが、その中で直感的にいいと思える物件と巡り合えた。夫は自分の部屋が広くあって、駅からそこそこ近ければあとは私の条件を優先していいと言っていて、その家は夫の条件はすでにクリアしていたので即決した。頭金を私が節約して貯めた貯金から支払い、ローンを組んですぐに引っ越しをした。新居での生活は快適で、そして新鮮だったので私も夫もすごく幸せだったし、新婚の時のようなワクワク感を感じた。引っ越したばかりの時は、お互いの友人とかを呼んでホームパーティーをしたりと、とにかく新居での生活を楽しんだ。もちろん私はあれからも節約生活は続けており、今後のために貯金をしている。月々のローンは今までの家賃に少しプラスされるくらいだったから、やることはあまり変わらない。生活スタイルが変わらずに、快適で広い家に住めているのだから幸せじゃないはずがないのだ。そうして私たちは順風満帆な夫婦生活を送っていたのだが、一つだけ問題があった。
それは子供がなかなかできないことだ。私も夫も特に子供を作ることは焦ってはいなかった。子供は授かり物だからと自然にできるのを待っていた。しかしさすがに結婚して5年ほど経った頃からは、なかなか子供ができないことに焦り始めた。不妊治療も妊活もしたけど、なかなかうまくはいかなかった。そして私と夫は検査も受けてみた。すると夫が子供を作りづらいことが分かったのだ。どうやら精子が少ないらしい。私たちはちょっとショックだった。夫はごめんなと私に謝ってきた。だけどそんなことで夫のことを嫌いになるわけはない。これだけやってもできなかったんだから、もう悔いはないわ。これからは夫婦での生活を充実させていきましょう。私がそう言うと夫は涙を流しながら、ありがとうと言ってうなずいた。それからは夫婦二人で生きていく覚悟を決めた。そして現在は特に問題も起きないまま、結婚生活10周年を迎えた。今度の結婚記念日はどうしようか。そうだね。旅行とか高級レストランとか、ちょっとした贅沢をするのもありだよね。思い切って海外旅行とか行く。そんな風に記念日について楽しく話していた私たち。結果的に国内の高級旅館に泊まりに行こうということになった。だが結婚記念日の1ヶ月ほど前に、夫が申し訳なさそうに出張が入ってしまい、記念日の旅行に行けないと言い出した。そっか、でも仕事なら仕方ないね。私は悲しかったが、記念日は平日だったから無理に休みを取ることはできない。夫は5年前に課長に昇進して、今も一生懸命に働いている。部下からも頼りにされているそうだから、仕事に穴を開けることはできないのだ。記念日当日は行けないにしろ、近い日で旅行に行けたらいいなとは思っていた。だが人気の旅館だったので、その月は予約がもう取れなかった。仕方ないのでその翌月の週末に予約を取ることに。この時はまさか後にあんなことになるなんて思いもしなかった。それから少し経ったある日のこと。珍しく夫がお酒で酔った状態で帰宅してきた。泥酔状態ですぐにソファーに倒れ込んで、言葉になっていないような喋り方で何かを言っていた。とりあえず私は水を持って行ったのだが、夫はすでに眠りについていた。その日は金曜だったから、きっと部下と飲んだりしていたのだろう。するとその時、夫のスマホが光り、画面に LINE のメッセージが浮かび上がった。別に見るつもりはなかったのだが、私はそのメッセージにハートの絵文字が写っているのが見えて、つい凝視してしまった。そこにはユカという女性の名前が出ていた。メッセージは一部しか出ていないが、今日はとっても楽しかったね、というメッセージが最初に来ていて、その後にハートの絵文字があった。これは一体どういうことだろうか。夫は不倫をしているのか。夫のスマホは暗証番号でロックされているので開くことはできない。私は一気にモヤモヤした状態になった。だが今まで二人でいろんなことを乗り越えてきて、築き上げてきたものを信じたかった。だから夫に直接問いただすことはできなかった。まあ私が臆病だったということもあるのかもしれないが。その代わり、私は興信所に調査を依頼することにした。調査結果が出たのは、夫がちょうど出張に行っている最中だった。しかも私たちの結婚10周年の記念日の日だ。まさか記念すべき日に私は、一人で夫の不倫調査結果の書類を見ることになるとは。そして書類を見て私は驚愕した。夫はやはり不倫をしていた。だがその期間はすでに1年も経過していたのだ。夫は今まで全くそんな素振りを見せてはこなかった。だが私に隠れて知らない女と関係を持っていたのだ。私のことを裏切っていた。その事実が重くのしかかり、私は本当にショックだった。
私はたとえ子供ができなくても夫と添い遂げることを心に誓っていた。だが夫はそうではなかったのだ。相手の女性は自分よりも10歳も下の若い女性社員、要するに部下に手を出したということだ。信じられない。私は夫への怒りが一気に湧き起こり、さらに一気に彼への愛情が冷めた。今夫は出張に行っていると言っていたが、もしかしたら不倫相手との不倫旅行かもしれない。そういえば旅館の予約は夫がしていた。もし夫が私との結婚10周年の記念日に不倫旅行に行っているのなら、本当に最低だ。真実がわからない以上考えるだけ無駄なので、私はとりあえず離婚に向けて準備をすることにした。まずは仕事を探さないと。仕事を辞めてから10年も経つので、なかなか採用されないだろう。だから私はできるだけ早く仕事を探して、面接を受けに行くことに。離婚したら実家に一旦戻ろうと思ったので、実家から通いやすいところで求人を探した。すると小さな会計事務所でパートの募集をしていた。私は簿記2級を持っていたので応募をしてみることに。ネットから応募するとすぐに連絡が来て、翌日に面接をしたいと言われた。そして私は急いで履歴書を用意して面接へ。すると面接をした社長さんに私は気に入られて、なんと採用してもらえたのだ。仕事が決まったことは気持ち的にかなり余裕ができるのでありがたかった。私はそれからは荷物をまとめて、すぐにでも家を出られるようにした。そして夫が出張を終えて帰宅してきた。だが夫は一人ではなかった。後ろにちらりと女性の姿が見えたのだ。嫌な予感がしたが、私はとりあえず冷静を装い夫に聞いた。その女性はどなた？すると夫は堂々とこんなことを言ってきた。俺の新しい嫁だよ。夫にそう言われると、女性がしっかりと私に顔を見せてきた。その顔は、更新所から送られてきた証拠写真に写っていた女性の顔と同じだった。なんと夫は不倫相手を家に連れてきたのだ。二人とも手にはキャリーケースを持っている。つまり夫は出張ではなく、やはり不倫旅行に行っていたのだろう。不倫相手は私をじっと見据えて勝ち誇った顔をしている。そして夫は驚きの発言をしだした。彼女が俺の子を妊娠したんだ。彼女と再婚するから俺と離婚をしてくれ。何を言ってるの？私は子供ができたことについて驚いたのだが、夫と不倫相手は離婚を切り出されたことに驚いたと思ったようだ。マサトさんはあなたじゃなくて、私と結ばれる運命にあったってことよ。ユカと俺は愛し合っているんだ。お前には悪いが別れてくれ。私は怒りを通り越して呆れてしまった。そう、どうやっても別れるつもりなのね。私はあえて塩らしくショックを受けているふりをした。でも、あなた不倫をする余裕なんてあったの？私が渡している小遣いじゃ、とてもじゃないけど贅沢をさせる余裕なんてないでしょう。すると夫は驚きの発言をした。ああ、それは、お前には給料の全部を渡していたわけじゃないんだ。どういうことかわからないでいると、不倫相手がニヤニヤしながら口を開いた。あなたの中ではマサトさんは課長なのかもしれないけど、彼は去年から部長になったのよ。だから課長の時の給料をあなたに渡して、残りは私との交際費のために使ってくれてたのよ。そんな、叩けば叩くほど誇りが出る夫の行動に、私はこんな人と添い遂げようとしていたことを恥ずかしく思った。そして夫も最初は遠慮がちだったが、私が言い返してきたり怒ってこないことを確認すると、ずうずうしくなってきた。まあ、結果的にユカにも子供ができて、俺は責任を取らないといけないから許してくれ。俺が今まで生活を支えてきたんだし、
慰謝料は当然0円でいいよな。お前も専業主婦として楽できたわけだしさ。悪びれた様子もなく堂々とそう言ってくる夫。私はそんな夫にとことん呆れてしまった。いいわよ、その代わり財産分与は私が全てもらっていいかしら。今までの結婚生活で貯めたお金とかこの家とか。私がそう言うと夫は、ああいいよと言った。俺の課長時代の給料だったらそんなに貯金できないだろうし、この家はそもそもそこまで高くないから、またすぐにこの程度なら買えるしな。私の要求をすんなりと受け入れた夫だが、夫はまだ知らない。この離婚で損をするのが一体どちらかということを。私は夫が持ってきた離婚届を受け取りサインをした。じゃあ私が提出しておくわ。わかった、お前がちゃんと分別のあるやつで助かったよ。簡単に離婚できてよかったね。不倫相手はそう言って私に見せつけるかのように夫の腕に絡みつく。だがそんなものを見てももはや悔しさも感じなかった。だって私は確実に夫よりも得をしているのだから。夫はすぐに荷物をまとめて不倫相手と一緒に家を出て行った。その後私は離婚届を出し、財産分与や家の名義変更の手続きなどをすべて済ませて夫と完全に他人になった。そしてそれから1ヶ月後、元夫からいきなり電話がかかってきた。おい、お前何やってるんだよ。いきなり電話をしてきて怒鳴るなんてどういうこと。ふざけんなよ、会社に俺の不倫についてバラしたんだろ。上層部や同僚たちから非難の声が殺到して、俺は部長から降格になって、しかも地方の部署に左遷されることになったんだぞ。あらら、でも別に私は会社にバラしたわけじゃないわよ。あなたがいる会社は私の元職場であり、今でも仲がいい社員は何人かいるわ。きっとその人たちに報告したことが原因でしょうね。そんな、お前性格悪いな。自分の生活が惨めになるからって俺まで道連れにするようなことをして。あとお前どうしてあの家にいないんだ。さっき訪ねたら知らない人が出てきてびっくりしたぞ。ああ、だってあの家は売ったからね。売っただと？なんでそんなもったいないことするんだよ。あなたは知らなかったでしょうけど、私たまたまあの辺の地価が上がっているっていう情報を入手することができたの。だから購入した時よりもかなり高く売ることができたわ。え、嘘だろ。あとさっきあなた私の生活が惨めになるって言ってたけど、それは間違いよ。私はあなたから渡されていた給料で節約をすごい頑張ったから、あの家を買った後でも1000万近く貯めることができていたわ。1000万？だから慰謝料をもらって財産分与を通常通り行うよりも得したってわけ。そんな、ま、全てはあなたが不倫をしたからいけないのよ。あとさ、あなた自分が子供ができにくい体だってこと忘れてない？妊娠したっていう不倫相手の子、本当にあなたの子なの？あ、どうやら元夫は昔のことすぎて忘れていたようだ。まさか由香には他に男が？知らないけど、ちゃんと調べたら。とにかく私にはもう関わらないで、今度目の前に現れたら警察に通報するから、そのつもりで。私はそう言って電話を切り、元夫の番号を着信拒否にした。その後、元同僚から聞いた話だと、やはり不倫相手のお腹の子供は元夫の子供ではなかったらしい。元夫は騙されたことに怒り、不倫相手とは別れたそうだ。だが彼が失ったものは大きい。もう出世コースからは外されてしまったし、私が節約して貯めた貯金も一緒に使えるはずだったのに、自ら台無しにしてしまった。現在は誰も知り合いのいない地方の部署で、肩身の狭い思いをしながら働いているそうだ。一方、私は久しぶりに実家で両親と暮らしながら、会計事務所での仕事を頑張っている。
今回得た大金は投資に回しながらさらに資産を増やしていこうと思う。そして仕事もどんどん覚えて、いずれは正社員として雇ってもらえることを目指そうと思う。恋愛についてはゆっくりと進めて、いい出会いがあればという感じにし、今は仕事と家族との時間を大事にしていくつもりだ。え、お母さんたち、どうしてここに？あなた、何勝手に一人でこんないいマンションに住んでるのよ。私たちが一緒に住んであげるから、さっさと中に入れてちょうだい。一体何を言っているのだろうか。あの、私はもう独身ですが。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して3年が経つ。最初は夫のことが大好きで結婚が決まった時もすごく嬉しかったが、今ではこの結婚を後悔している。というのも夫はマザコンで、そして義母はとても厄介な存在だったからだ。マサト、来たわよ。またか。母さん、いらっしゃい。ささ、上がって。義母は毎週と言っていいほど、週末に私たちの家に遊びに来る。私は平日に忙しく働いて疲れているので、週末くらいはゆっくりしたい。それなのに、義母がしょっちゅうやってくるから、くつろぐことができないのだ。おいのぞみ、何ぼさっとしてるんだよ。さっさとお茶を出せ。はい。まったく、本当に使えない嫁だよな。マサトも苦労してるのね。のぞみさん、あなた気をつけないとマサトに捨てられちゃうわよ。はあ、気をつけます。覇気もないし、本当に情けない嫁ね。そうやってお前たちがめんどくさいことを言ったり、毎週やってくるから覇気がなくなるんだろうが。それに夫は共働きなのに、一切家事をやってくれない。俺の方が稼いでいるんだから、お前が家事をするのは当然のことだろう。確かに現在は夫の方が収入は高い。だが私だって毎日朝早くから夜まで働いているし、残業の日だってある。責任のある仕事も任されているし、この状態で家事まで全部引き受けるのはかなり大変なのだ。だからせめて、洗濯とか簡単な家事くらいはしてほしいのだが、私がそれをお願いしても夫は全然聞く耳を持ってくれないのだ。そしてそんな考え方に夫がなっているのには義母に原因がある。義母はことあるごとに古い価値観を夫に植え付けていて、そのせいで夫は自分が家事をしないことが当たり前という考えになっているのだ。そんな状態では私が何を言っても無駄で、私はいつしか夫に期待することをやめた。だが夫が私に対してマウントを取ってくることは気に食わなかった。私は結構な負けず嫌いなので、対抗できるところは対抗してやろうという気になる。だから私は最近収入を上げるためにいろいろと模索して挑戦をしているところだ。本業で昇進に必要な資格の勉強をしたり、私ができる副業なんかもないか探し始めた。だけどこれはとても地道な作業で、とても時間が必要だと感じた。だから全力でやりながらも、時間をかけて長い目で見ようと思った。もしかしたら、その間に夫との関係性も変わってくるかもしれない。夫自身が考え方を変えてくれる可能性だってある。そもそも私自身、こうして夫と結婚するになるとは思っていなかったからだ。夫とは仕事関係で出会った仲だった。彼は大手企業で働く営業マンで、私は彼が担当を務める会社で働いていた。だが別に担当者同士というわけではなくて、私はあくまで担当者のサポートに回っていた。だから彼と面識はあったものの、直接何かやり取りをするというわけではなかった。そんな中、お互いの会社が合同で行うプロジェクトがあり、私もそのチームに選ばれた。そして彼はプロジェクトのリーダーだったので、
もちろんその時はかなり接する機会が多かった。無事にプロジェクトは成功に終わり、私たちはみんなで打ち上げパーティーを行った。その時に彼の方から連絡先を聞いてきて、それから私たちはプライベートでも会うようになったのだ。彼は私よりも4歳上で大人の余裕があった。だから私は彼に憧れていた部分もあったと思う。仕事のできるかっこいい人という印象が強かった。そのため、彼からデートや食事の誘いを受けた時はものすごく嬉しかった。それから私たちは定期的にデートに行くようになり、ある日彼から告白をされて付き合うことになった。そして順調に交際を続けた私たち。付き合い始めて1年半ほど経った頃に彼は私にプロポーズをしてくれた。望みはいつも俺の癒しになってくれてるんだ。だからずっと一緒にいたいと思っている。俺と結婚してくれ。私も正人さんと一緒にいるとすごく落ち着く。これからよろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。すぐにお互いの親に挨拶をしに行った。私の親は彼のことをとても気に入っていた。きっと年上で大企業勤務で安定した収入があったから、結婚相手として安心できると思ったのだろう。彼は信頼に値するし、そして私は大好きだったから私の親が認めてくれたのはとても嬉しい。それから私は彼と一緒に彼のご両親に挨拶をしに行った。私は多少は緊張していたが、それでも彼からとても優しいと聞いていたから、楽しくお話ができたらいいなくらいに思っていた。だが実際に彼の実家に行くと、その考えはすぐに吹き飛んだ。はじめまして、のぞみと申します。玄関で出迎えてくれた義母に、私は丁寧に挨拶をした。しかし、義母は私の挨拶には返事をせずに彼に話しかけた。あら、マサト、お帰りなさい。元気にしてたかしら。ああ、元気にしてたよ。よかったわ。早速上がってちょうだい。うん、ああ、母さん。こちら婚約者ののぞみ。あら、どうもこんにちは。はじめましてのぞみと申します。義母は彼が紹介して、やっと私と会話をしてくれた。最初のは聞こえなかったのだろうか。いや、そんなはずはないだろう。多分無視をしたのだ。そうとしか思えなかった。そして義母に案内をされて居間に行くと、そこには義父の姿があった。私は今度はしっかりと義父の目を見て丁寧に挨拶をした。だが義父は、どうも、座りなさいと目を合わせずにそう言うだけだった。あれ、私って歓迎されていないのかな？彼からはとても優しいと聞いていたが、明らかに私に対して厳しい態度をとっている。義両親は結婚を認めてくれていないのだろうか。そんな風に不安になった。それから4人で会話をしようとしても、義両親は身内ネタをひたすら話しているだけだった。そのため私は一切会話に入れない。普通は私と彼の馴れ初めを聞くとか、結婚式についてとか聞いてくるものではないのだろうか。彼も義両親が身内ネタを話すと、それに相槌を打ったり話を掘り下げたりしていた。そのため一体、今日は何しに来たのかわからないといった感じだった。結局、結婚についての話は、彼が両家の顔合わせの予定が決まったら連絡すると言って、それに義両親が了承したくらいだ。それ以外は、1時間以上ずっと関係ない話で盛り上がっていた。話に入れない私は本当に苦痛で仕方なかった。だけど、特に何かひどいことを義両親から言われたわけではないし、彼のことも大好きだったから、結婚をやめようとは考えなかった。その後、両家の顔合わせが行われたが、その時は義両親はちゃんと私たち家族と会話をしてくれた。とりあえずは安心することができ、
それから結婚式も問題なく終えることができた。そうして始まった新婚生活。夫婦二人の時はとても幸せだった。毎日一緒にいられるのはとても嬉しかったし、当時はラブラブで楽しい日々を過ごしていた。だが結婚してから厄介だったのが、義両親の存在だった。それは結婚後に初めて義実家に行った時のこと。義両親は私のことをまるで家政婦のようにこき使った。のぞみさん、早くお茶出してちょうだい。おい、部屋を掃除しておけ。そうやっていろいろと命令してくる義両親。だが結婚の挨拶以来、義実家に行ったことがない私は何がどこにあるのかもわからない。仕方なく義母にお茶っ葉や湯飲みの場所を聞いたり、掃除機などがどこにあるのかを聞くのだが、義母はため息をつきながら悪口を言ってきた。要領の悪いダメな嫁だね。そういうのはすぐに覚えないと。覚えるも何も教わっていないのだが、勝手に棚などを開ける方が失礼にあたるし、そんなことをしたらそれについて義母は怒るだろう。私は罵倒されながらお茶を入れて、そしてすぐに義実家の掃除に取り掛かった。私以外でまったりとお茶を飲みながら、楽しく会話をする義両親と夫。私は、夫が私のことを守ってくれないことに腹が立った。そして帰りに夫に文句を言ったのだが、夫は全く悪いとも思っていない様子だった。え、嫁として旦那の家に尽くすのは当然なんじゃない？むしろ母さんと父さんは優しい方だと思うけど、もっと嫁に厳しい家庭はあるでしょ。それにまだのぞみは嫁1年目なんだから、母さんにビシバシと鍛えてもらった方がいいって。あれは鍛えるというよりは嫁いびりだと思うが、夫が全く聞く耳を持ってくれないことに私は落胆した。夫は義両親の方が正しいと確信しているようだ。そしてお盆だったりお正月だったり、義実家に行く機会があると私はいつも憂鬱になった。顔を合わせれば義両親は私を罵倒してきてはこき使ってくるのだ。私はだんだんと体が動かなくなり、義実家に行く日が近づくにつれて具合が悪くなるようになってしまった。このまま義実家に行ったらさらに悪化するだろう。そう思った私は、熱があって移してはいけないからと言って、義実家に行かないようにした。夫は義両親を大事にしているから、熱が出ている私を連れて行こうとはしなかった。それから私はその作戦を使うことにした。体温計も摩擦を起こして先端を熱くして、偽造工作までしたほどだ。でも実際に体調は悪くなるので、夫は辛そうにしている私と体温計を見て、仮病ではないと判断していた。そのおかげで、私はここ半年くらい義両親と会わずに住んでいた。だがつい最近、義母は痺れを切らしたのか自らが会いに来るようになった。アポなしでいつもやってくるので、私の仮病は使えない。そして夫は、義母がいきなりやってきても怒らない。むしろ、私に義母をもてなすように命令をしてくる。また夫は義母にいろいろと吹き込まれているのか、私を罵倒する言葉をどんどん吐くようになっていった。その都度、私は腹が立って絶対に見返してやると決意するのだった。そんな日々を過ごして気がつけば一年が経った。すると私が今まで頑張ってきたことが一気に実った。まず本業の仕事の昇進に必要な資格を取得することができ、また一生懸命に働いて結果を出したことが認められて、私は出世が決まった。さらにはコツコツと進めていた副業の方でも結果が出始めたのだ。そのおかげで、気がつけば夫の給料をかなり上回る収入を得られるようになっていた。そうなってくると、私自身が我慢する必要はないと思うようになった。それからは私は義母が来ても、まともに相手をしなくなった。のぞみさん、何してるの？さっさとお茶を入れてちょうだい。え、
どうして私がそんなことをしなければいけないんですか？は、あなた、何を言ってるの？嫁なんだから当然でしょ。それに私がこうやって家に来てるんだから、おもてなしするのは常識でしょ。常識という観点から考えたら、お母さんってほとんど毎週来てますよね。それってもはや住んでいるのと変わらないっていうか、そんな相手に毎回もてなす必要ってありますか？まさか私が反抗するとは思っていなかったのだろう。義母は口をパクパクとさせている。そしてそんな様子を見ていた夫がすぐに話に入ってきた。おい、のぞみ、お前母さんになんて口を聞いてるんだ。お前は嫁なんだから、必ず姑をもてなさないといけないに決まってるだろ。そんなに言うなら、あなたがお茶を入れればいいじゃない。なんだと？お前、どうしたんだよ急に。今日はものすごく生意気だぞ。もう遠慮するのはやめることにしたのよ。私をまるで家政婦のように扱う人たちにはちゃんと抗わないとね。ということで、お茶が飲みたければセルフサービスかマサトさんに頼んでください。私は自分の部屋に戻ります。そう言って私は今から出て行った。義母と夫はポカンとしていたが、やがて今の方から怒った声が聞こえてきた。おそらく私の悪口大会が開かれているのだろう。だが私は気にせずに、自分の部屋で副業の仕事を進めていた。そうしてどんどん収入を増やせば、夫よりもさらに稼げることになる。それから数時間後にようやく義母が帰ったようなのだが、夫はものすごい怖い顔で私を居間に呼びつけた。お前、なんだあの態度は。嫁失格だぞ。じゃあ、失格でいいわよ。はあ？とにかく、私はもうあなたやお母さんたちにうんざりしているの。嫁のことを何だと思ってるの？私はあなたたちの家政婦じゃないんだから。何でも命令をしていい相手じゃないの。ふざけんな。そうやっていつまでも生意気な態度を取るって言うんなら離婚だ。夫はそう言って引き出しから何やら紙を取り出した。それは離婚届だった。俺は本気だからな。そう言って夫は離婚届にサインをし始めた。そして私にそれを突きつけた。離婚されたくなかったらちゃんと反省しろ。俺がいなかったら裕福な生活ができないってことを自覚しろよな。俺の方が偉いんだぞ。そこをお前は分かってないんだ。ぐだぐだとそんなことを言う夫。私は離婚届にサインをして荷物をまとめ始めた。おい、お前何やってるんだよ。離婚するのよ。は？あなたが離婚届を突きつけてきたのよ。私もそれに同意だから、このまま提出してくるわ。え？夫は動揺していた。きっと心の中では本気じゃなかったのだろう。あれ？もしかして離婚する気なんてなくてただの脅しだった。だとしたら、相当ダサいけど。私がそうやって挑発すると、夫はムッとした顔になり、本気に決まってんだろ。俺は離婚で構わない。と言った。私はすぐに荷物をまとめて出て行った。そして役所に離婚届を提出し、そのまま実家に帰った。家を出てから親に連絡をして事情を話していたので、両親は私を温かく出迎えてくれた。少しの間、実家で滞在していたのだが、ものすごく快適でリラックスすることができた。それから私は一人暮らしの部屋を探すことに。すると私が働く会社の近くに新しくタワマンができることを知った。私は不動産に行き、すぐに契約をした。元夫からは、あれから何にも連絡が来ないまま1ヶ月が過ぎていた。だから元夫とはもう終わったとして何も気にしていなかった。だが私がタワマンに引っ越した頃、まさかの出来事が起きた。
え、お母さんたち、どうしてここに？それはある日の休日のこと。私は買い物をして家に帰ろうとしたのだが、なんとマンションの前で義両親と元夫がいたのだ。ようやく帰ってきた。あなた、何勝手に一人でこんないいマンションに住んでるのよ。最近の態度がひどいとは思っていたけど、まさか家出をして勝手にタワマンに住んでるなんてね。まったく、ひどい嫁だ。マサトがかわいそうだ。でもまあどうやって契約できたかは知らないけれど、こんな立派なマンションの家を手に入れたのは上出来ね。え？部屋数も多そうだしな。私たちが一緒に住んであげるから、さっさと中に入れてちょうだい。一体何を言っているのだろうか。私が目を丸くしながら固まっていると、義両親は苛立った様子で怒ってきた。何をぼさっとしてるんだ。早くエントランスの鍵を開けろ。本当に容量の悪い嫁ね。そうやって罵倒してくる義両親に、私は冷静にこう言ってやった。あの、私はもう独身ですが。は。今度は私の発言に義両親が目を丸くした。どういうこと？ですから、私とマサトさんはもう離婚してるんです。そう。そんなこと聞いてないぞ。あなたたちが聞いてなくても、私はお宅の息子さんに離婚届を突きつけられて、それを私が提出したので、もう赤の他人です。義両親は驚いた様子で元夫を見た。元夫は気まずそうにしていたが、俺は本気じゃなかったから無効だ。と言い訳をした。何を言っても無駄よ。あなたがこの前、ちゃんと離婚する意思がある発言をしたことは録音済みだから。私はそう言ってスマホで撮った音声を聞かせた。そこにはバッチリと元夫が、俺は本気だからな。と離婚してもいいと言っている内容が録音されていた。それを聞いて義両親は動揺し、元夫は顔を青くしていた。マサト、どういうことなの？離婚したなんてこと、どうして教えてくれなかったのよ。いや、だって俺は離婚をしたつもりがなくて。もう私たちは家を売ってしまったのよ。どう責任を取るつもりだ。そうやって義両親は元夫を責めていた。あの、ここじゃ迷惑なんでどっか行ってもらえますか？のぞみさん、お願い、私たちを一緒に住まわせて。は。そうだよ、のぞみ。俺たちは夫婦だったじゃないか。だいたいお前の給料じゃ、この家の家賃を支払うのも大変だろ。舐めないでちょうだい。私はこの一年以上の間、必死になって収入を上げていったの。今は年収は2000万以上になったわよ。え、嘘だろ。自分よりはるか上の収入を私が得ていることを知り、元夫は絶句していた。そろそろ私帰るので。これ以上ここに居座るようなら警備員の方に言いますし、通報もしますから。私がそう言うと、義両親と元夫は意気消沈した様子でとぼとぼと歩いて去っていった。まさに完全勝利といった感じで、彼らはもう何も言い返す気力もない感じだった。最後にこうやって彼らに敗北感を与えることができて、ちょっと嬉しかった。その後、義両親は元夫の部屋に転がり込んだそうだ。だがあの部屋は三人で暮らすには狭いので、日々の生活でストレスが溜まりやすいらしく、喧嘩が絶えなくなっているそうだ。まあ私にはもうどうでもいいことだし、これからは元木実家のことはさっぱりと忘れて、新しい人生を歩もう。しばらくは仕事に打ち込んでさらに収入を増やし、やりたいことや挑戦したいことにどんどん投資していこうと思う。嫁いびりをし続ける義両親と、それに同調する夫が最終的に痛い目を見ていい気味でしたね。
主さんは収入を上げようと努力して、自ら道を切り開いていったのはすごいと思います。そんな主さんなら、絶対にもっと素敵な人が現れるでしょう。これからの主さんの人生が幸せになることを祈っています。何しに来たの？突然、私の家にやってきたのは元夫だった。離婚したのはもう5年も前なのに。すると元夫はいきなりとんでもない発言をしだした。俺の親の葬儀に出ろ。夫婦に戻るんだから来てくれないと困るんだ。は、この人は一体何を言ってるんだろうか。私はありえない発言を繰り返す元夫に冷たい視線を向けて言ってやった。あんたと私はもう赤の他人よ。あんたみたいなクズにそっくりだった義両親の葬儀になんて出るわけないでしょ。私の名前はのぞみ、28歳の会社員だ。大学を卒業してから就職した会社で一生懸命働き、それなりに結果も残してきた。私には仕事をする生活がとても合っているようで、自分でも働いている時が生き生きしている感覚がある。だがそんな中、私のそんな価値観を変える出来事が起きた。それは後に夫となる正人との出会いだ。彼との出会いは仕事関係だった。私が働く会社の取引先で働いていた彼。彼はとても穏やかで優しくて包み込むような空気感をまとっていた。いつもキビキビと働いていた私にとっては、彼のようにいわゆるマイペースのような感じでのびのびとしているのは新鮮だった。それでいて仕事はちゃんとできているので、私は彼にどんどん惹かれていった。その後、一緒に仕事をしていくうちにお互いの距離が縮んでいき、彼からデートに誘われて私たちは交際が始まった。それから1年ほど順調に交際を進めて、彼からなんとプロポーズをされて結婚することに。私はすっかり彼のことが大好きになっていたので、プロポーズは2つ返事で承諾。お互いの両親にも挨拶を済ませて、結婚式を挙げた。そして新婚旅行にも行き、一緒に住み始めて新婚生活を始めた。新婚生活を始めた時は共働きだったので、お互いに支え合いながら家事を分担して生活をしていた。夫は大学から一人暮らしをしていたようで、ある程度料理が作れる。だから毎日の晩ご飯も分担することができて本当に助かっている。そのおかげで仕事にも集中できるし、私はとても優しくていい人と結婚できたなと思っていた。そんな中、私は妊娠をした。子供ができたことはとても嬉しかったが、私はもう少し仕事を頑張りたいと思っていた。だから産休と育休を取って一旦は子育てに集中しながらも、会社に復帰することを計画していた。夫もそれに同意をしてくれて、私は子育てに専念することに。そして無事に子供が生まれた。元気な女の子だ。私と夫はこの子に舞という名前をつけた。子供の誕生を夫はとても喜んでくれて、私や夫の両親も孫の誕生を大いに喜んだ。それからというもの義両親は、次はいつ来るんだい？と頻繁に私や夫に連絡をしてくるようになった。義両親に対しては特に悪いイメージは持ってはいなかったが、こう何度も連絡が来ると少し嫌になってくるものだ。そんな中、夫がこのような提案をしてきた。育休中は俺の実家に一旦住むのはどう？え？こうやっていちいち予定を確認して、実家に出向くのって大変じゃん。それに子育てや家事の手伝いだって俺の親に頼めるしさ。なるほど、確かに。私たちはその時賃貸マンションに暮らしていた。だから引っ越しをするのは簡単だ。育休が終わる1年間くらいだけ義実家に住めば、孫と触れ合わせることもできるし、夫も親孝行ができるだろう。私はそのアイデアに賛成することにした。
夫が早速義両親に話すと、義両親はとても嬉しそうに同居生活を承諾したらしい。そして私たちは引っ越しの準備をして義実家へと移り住んだ。お母さん、お父さん、今日からよろしくお願いします。私がそう言うと、義両親は笑顔でよろしくねと返してくれた。その後、義両親はすぐに娘を抱きかかえて嬉しそうに話しかけていた。わあ、舞ちゃんかわいいわね。じいじとばあばとこれからたくさん遊ぼうな。娘もキャッキャと嬉しそうにしてるし、義両親も優しいし、これなら平和に楽しく過ごせそうだ。だがそう思えたのはこの日だけだった。翌日、私はいきなり義母に叩き起こされた。ちょっとのぞみさん、あんたいつまで寝てるのよ。そう言われて慌ててスマホの時計を見ると、なんとまだ朝の5時半だった。あの、お母さんどうしたんですか？どうしたって何よ。あんたは嫁なんだから、家族全員分の朝食を作る義務があるのよ。マサトとお父さんのお弁当も作らなきゃいけないんだからね。え、私は絶句した。いきなりそんなことを言われるとは思わなかった。夫は同居する前に家事や子育てを義両親に手伝ってもらえると言っていた。もちろん私だって主婦としてちゃんと家事はやろうとは思ってはいたが、夫と二人で暮らしている時よりも負担が増えるとは思ってもみなかった。私はかなり眠い状態で台所へ。娘の夜泣きがまだひどかったので、やっと眠りにつけたのは2時だった。それなのに朝5時半に起きなければいけないのは本当につらい。そんな状態だから体の動きだって重い。だが義母はそんな私を気遣うことなんてなく、あれこれと文句を言ってきた。どうしてそんなにタラタラしてるのよ。遅いわよ。もっとテキパキ動け。もう本当にとろくてイライラするわ。今までの義母とは思えないほど、その顔は怖くて、そしてぶつけてくる言葉は理不尽だった。実際、私は義実家の台所を使って料理をするのは初めてだから、何がどこにあるのかさえもわからない。それなのにそんな風に責められるのは正直言って納得がいかない。すると私がそのように思っているのを察したのか、義母はまたも怒り出した。なんだいその目は。あんた、嫁のくせに姑に逆らうっていうのかい？いえ、そういうわけでは。ただ、私はまだこの台所のものの置き場もわかっていませんし、それに前の夜泣きがひどくて睡眠時間は3時間ほどなので、その点をもう少し考慮してほしいです。私はできる限り丁寧に下手に出ながら義母に自分の意思を主張した。だが義母は鼻で笑い、まったく、初日からこれじゃ先が思いやられるよ、と言った。そんなことを言ってサボろうとするなんて性格の悪い女だよ。中途半端に社会人をやっている女は、中途半端に弁が立つようだけど私には聞かないよ。あんたはこの家の嫁であって、夫の家族の言うことは全部聞かないといけないんだ。それを肝に銘じときな。義母はそう言って私に料理の仕上げと弁当作りを指示した。そして自分はソファーに寝転がり、コーヒーを飲みながらテレビを見ていた。ほどなくして夫と義父が起きてきて、食卓に座る。すると義母もソファーから起きてきて一緒に食卓に座った。そして義母はあろうことか、私がいかに使えなかっただとか料理が下手だとかを私が目の前にいるのに、義父と夫に話し出したのだ。それを聞いた義父は、それはいかんな、ちゃんと嫁として教育をしなければ、と言った。義母の言葉を鵜呑みにし、しかもそんな発言をする義父にも私はがっかりした。最初は義両親はどちらも笑顔で私を出迎えてくれたし、優しかったので義父は私の味方になってくれるかもしれないと期待をしていたのだ。義母は姑だし、
夫は一人息子だから私に取られたと思って意地悪をしたくなったのだろうと思っていた。だが義父も私に対して冷たい態度を取り始めたことで、義両親は私を敵とみなしているとはっきりと分かった。しかしまだ娘が生まれたばかりだし、私もまだ夫のことが好きだったので、離婚までは考えていなかった。それに夫は、のぞみはちゃんと家事をやっていたよ、と私の味方になってくれていた。夫が私の味方なら何とかやっていけるだろう。それに育休中だけの期間限定の同居だし、少し我慢していれば問題ないだろうと思うことにした。だがそれが甘かった。義両親の私への嫁いびりはさらにひどくなっていったのだ。ちょっと、のぞみさん、早く頼んだ洋菓子を買ってきなさいよ。おい、俺が頼んでいた庭の草むしりはまだ終わってないのか。本当に使えない嫁ね。本当に使えない嫁だ。義両親は同時に無理難題を押し付けて私を罵倒してきた。私は救いを求めて夫の方を見る。夫は、おいおい、あまり望みをこき使わないでくれよと言ったが、それだけ言うともう自分は関係がないといった感じでソファーに寝転がっていた。私はもっと強く言ってくれよと夫に思ったが、夫はもうこちらを見向きもしない。義両親は夫が気休めの注意をしたくらいでは私への嫁いびりを止めることはない。その後も私を奴隷のように扱っては心ない言葉を浴びせてきた。お前みたいなポンコツ女の遺伝子が孫に入っていると思うと残念だよ。マサトの遺伝子が強く入ってほしいものだ。いっそのこと孫だけ置いて出て行ってくれればいいのにね。そんなことを平然と言ってのける義両親に私はもう限界だった。どうしてこんな風に私自身を否定されなければいけないのだろうか。私はさすがにひどすぎると思い夫に相談をした。ねえ、お母さんたちの私への態度どうにかならない？あなたからもっと強く言ってよ。だが私がそのように言うと夫はとても嫌そうな顔をした。俺はちゃんとやってるだろう。それ以上は自分で何とかしろよな。だいたいお前家での家事をサボってるって聞いたぞ。え？ご近所さんからもズボラでだらしない嫁を持って大変ねなんて言われたんだからな。ちょっと待ってよ。どうしてご近所さんがそんなことを言うの？知らないよ。母さんと仲がいいから自然と嫁の話になるんじゃないのか。とりあえずあんまり俺に恥をかかせるようなことはするなよ。そんな。あなたまで私が悪いっていうの？そうじゃないけど、お前がちゃんとしてれば母さんたちも文句は言わないだろう。私は夫がそんなことを言い出したのでショックを受けてしまった。もう無理よ。どんなに頑張ったってお母さんたちは私を認めてはくれないわ。また私たちだけで暮らしましょうよ。もう半年以上も同居してるし、孫ともたくさん触れ合えて満足でしょ。私がそう言うと夫はそれはダメだと言った。どうしてよ。母さんたちには1年間一緒に同居するって言ってるんだ。それを今家から出て行ったら約束と違うだろ。母さんたちを悲しませることはしたくない。そんな。じゃあ残りの数ヶ月間をこの家で過ごしたらすぐに出ていくって約束してくれる？わかった、約束するよ。夫がそのように言ってくれたので私はそれならばと頑張って耐えることにした。そして地獄の5ヶ月間をなんとか乗り越えて約束の1年が経った。私はすぐに夫に引っ越そうと言った。この日のために賃貸マンションの内覧にもこっそり行って部屋をいろいろと見ていた。すぐに引っ越すことができるから。私は不動産屋でもらった資料を夫に見せた。すると夫は頭をポリポリとかきながら驚きの発言をした。なんかさ、
母さんたちがこのままずっと同居すればって言ってるんだよね。は、だから引っ越さずにこのままここで暮らそうよ。ちょっと何言ってるの。私と約束したでしょ、1年を過ぎたらここを出ていくって。約束を破るなんて信じられないわ。私がそのように夫を責めると夫は逆ギレをした。うるせえな。お前は俺の実家に嫁いできたんだから夫である俺の言うことを聞け。急に顔を真っ赤にさせて怒鳴る夫に私はびっくりしてしまった。そしてそれと同時に夫への愛が一瞬にして冷めた。わかったわ、それじゃあ離婚しましょう。は？離婚？お前本気で言ってるのかよ。夫はさらに大きな声を出した。その声は今にいる義両親にも聞こえたようで、慌てて私たちの部屋にやってきた。ちょっとどうしたのよ。舞が起きて泣いちゃったじゃない。マサトの怒鳴り声が聞こえてきたが、まさかこの女が何か面倒なことを言ったのか。この女って本当に義両親の私への態度には腹が立つ。そして夫も完全に義両親側についていた。そうなんだよ、この女ここから一刻も早く出たいって言って聞かなくてさ、挙句の果てには離婚だなんて言ってるんだよ。夫がそう言うと義両親も顔を真っ赤にして怒り出した。嫁の分際で生意気な。本当に最低な女だね。マサト、あんた離婚しちゃいなよ。この女が勝手に言い出したことなんだから、この女だけ追い出して、舞は私たちが引き取れば家族みんな幸せになれるよ。義母がそう言うと、夫も納得したような顔を見せた。確かにそうだな。俺はやましいことなんて何にもしていないし、離婚を拒んでもこいつの方から無理やり別れたいと言ってきたんだもんな。いいだろう、別れてやるよ。早く離婚届を持ってこいよ。夫は勝ち誇った顔でそのように言った。私は夫にそう言われ、身支度をして外に出た。そして離婚届を持ってきて義実家へと戻ってきた。おう、来たか。え、誰だよその男。義実家の人たちはいぶかしげに私の隣に立つスーツ姿の男性を見てそう言った。私が以前から相談していた弁護士の方よ。もしかしたらこういう展開になるかもしれないと思って前もって準備してたのよ。私が弁護士だと言って相談すると義実家の人たちはたじろいだ。なんで弁護士を。私がただ黙ってやられっぱなしでいるわけないじゃない。今までお母さんやお父さんから言われてきた心ない言葉の数々や嫁いびりの内容についてボイスレコーダーで録音をしたり、ネットのブログに書いたりして記録として残しておいたのよ。そしてそれについて夫に相談していることなどもちゃんと記録と証拠を残したわ。これをもって弁護士に相談したら、あなたの有責で離婚をすることができるって言われたの。だから私はあなたと離婚し、舞を引き取って今まで精神的苦痛を与えられたことへの慰謝料と養育費を請求するわ。私がそのように言うと義実家の人たちは顔を青くした。まさか私がこのような準備をしているとは思っていなかったようだ。夫も自分が追い込まれていることを理解したようだ。ちょっと待ってくれよ。わかった、俺が悪かったから、この家を出て舞と俺たちの家族3人で幸せに暮らそう。望みの言う通りにするから。手のひら返しでそのように言ってきたが、もう時すでに遅しだ。家族3人はあなたとあなたのご両親の3人よ。最低な大人3人で仲良く幸せに暮らせばいいじゃない。これ以上舞をここに置いたらあなたたちに影響されて性格が悪くなってしまうわ。嫁いびりをするような親とそれを助長する息子とはもう一緒にはいられないのよ。さっさと離婚届にサインをしてちょうだい。
私が毅然とした態度でそう言ったので、夫はたじろいでいた。だが弁護士が、もし拒むようでしたら裁判になります、と言うと、おとなしく従って離婚届にサインをした。そして私は無事に舞の親権を得ることができ、義実家からも逃れることができた。元夫は今回の件で慰謝料と養育費を支払うことになった。だが私の復讐はこれだけでは終わらない。私が残してきたたくさんの記録は、噂好きのご近所さんや元夫の上司にも聞かせた。その結果、あっという間に義実家の人たちのありえない言動はいろんなコミュニティに広まっていき、元義実家の人たちはご近所の人から避けられるようになった。そして元夫は職場の人たちからも冷たい目で見られるようになり、肩身の狭い思いをしながら働いて慰謝料と養育費を払っているようだ。それからあっという間に時は過ぎて、元夫と離婚をしてから5年が経った。するとある日、驚きの人物が私の実家にやってきたのだ。え、何しに来たの？突然、私の家にやってきたのは元夫だった。離婚したのはもう5年も前なのに。離婚してから娘との面会も拒否していたので、一回も会っていなかった。それなのにどうして今急に現れたのだろうか。すると元夫はいきなりとんでもない発言をしだした。俺の親の葬儀に出ろ。夫婦に戻るんだから来てくれないと困るんだ。は、この人は一体何を言ってるんだろうか。困るってどういうこと？そうすれば俺はもう少し猶予期間を与えてもらえるんだ。一体何の話？実は夫はかなり切羽詰まった様子で離婚してからのことを話し始めた。あのあと義両親はずっと私をこき使って家事をやらせていた癖が取れず、自分たちで家事をやるのが億劫になってしまったらしい。その結果、家政婦を雇って生活をしてたそうだ。しかし義実家は一般家庭であって、家政婦なんて雇い続ける余裕はない。それなのに義実家の人たちは一回身についた贅沢な生活をやめることができず、借金をしてまで家政婦を雇ったそうだ。そして元夫は職場では女性社員たちから避けられ、出会いもない状況で悶々としてしまい、家政婦に手を出そうとしてしまい、通報されて逮捕されてしまったそうだ。そのせいで会社をクビになり、仕事も決まらずずっと無職の状態になってしまったらしい。だが借金はどんどんと膨れ上がり、義実家全員で夜逃げをしようと決めたそうだ。しかし夜中に運転した義父が山道でハンドルを誤って切ってしまい、車は思いっきりスリップして一回転したらしい。結果的に義両親は亡くなってしまい、元夫だけが生き残ってしまったそうだ。元夫は多額の借金を抱えたまま治療費もさらに上乗せされ、借金取りに居場所がバレてしまい、絶体絶命なんだとか。それでちゃんと稼いでいる元妻と復縁をするから、義両親の葬儀の時に金を支払わせると借金取りに行ったらしい。だがそんなこと私には関係がないし、協力する義理もない。頼むよ。俺にはもう望みしかいないんだ。また夫婦に戻って愛し合いながら舞を育てていこう。土下座をしながらそのように言ってくる元夫。私はありえない発言を繰り返す元夫に冷たい視線を向けて言ってやった。いい加減にして。あんたと私はもう赤の他人よ。あんたみたいなクズにそっくりだった義両親の葬儀になんて出るわけないでしょ。借金だってあんたたちの自業自得でしょ。私が警察を呼ぶ前にさっさとここから立ち去って。警察というワードを出すと、元夫は慌てた様子でその場から立ち去っていった。それから元夫の元職場の人から聞いたが、元夫は義両親の葬儀の後に行方不明となったらしい。どこに行ったのかは知らないが、まあすべては自業自得なので同情はしない。
私はとてもいい子で可愛い娘を大事に育てながら、仕事も頑張って自分の人生を充実させていこうと思う。おい、俺の飯はどうした？そうやって家事をサボるなら離婚するぞ。門限一つ守れねえのか。お前はこのグズで役立たずが。夫はそう言って私を罵倒してきた。だが夫から離婚というワードを出してきてくれたのはありがたい。私はカバンから離婚届を取り出し夫に突きつけた。わかりました。離婚しましょう。今すぐ出ていくわ。あとは一人で好きにすれば。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して1年が経つ。だが私はこの結婚をとても後悔している。というのも、夫はびっくりするほどの亭主関白だったからだ。交際していた時はそんなことは一切なかったのに、一体どうしてこうなってしまったのだろうか。夫との出会いは友人に誘われていった合コンだった。その年で彼氏もいないのはやばいと言われて、無理やり連れ出されたのだ。まあ私はずっと仕事漬けの毎日だったし、恋愛は大学生の時から全くしていなかった。周りがどんどん結婚したり出産をしていく中で、私はずっと独身で焦ってもいなかったのだが、友人からこのまま一人で生きていくつもりなの？と言われて、さすがに真剣に考えるようになって合コンに参加することにした。その時に出会ったのが正人だ。彼は IT 企業に勤めているらしく、爽やかで真面目そうな印象だった。年齢は私の3歳下で、同じ30代だったので話もあった。彼の方から私に積極的に話しかけてきてくれて、私たちは連絡先を交換。それから彼は定期的にデートに誘ってくれて、二人で食事をしたりドライブに行ったりした。そして彼から告白をされて私たちは付き合うことに。その時、彼は結婚を前提に付き合ってほしいと言ってくれたので、私は彼がとても信頼できるなと思った。それから私たちは順調に交際を続けていった。私が仕事で忙しくても、彼は仕事を優先していいよと言ってくれてとても助かった。私の仕事に理解があるのはとても嬉しい。そうやって彼の優しさにどんどん私は惹かれていった。その後、交際を始めてから半年ほど経ってから、彼がプロポーズをしてくれた。私は本当に嬉しくて、結婚するってこんなにも幸せなことなのかと思った。そりゃ誰もが夢見るわけだ。私はとても幸せな気分で結婚までの日々を過ごした。両家の顔合わせも終わり、結婚式についても彼と話し合って決めた。実際に挙げた結婚式では、たくさんの人に祝ってもらえてとても嬉しかった。そして始まった彼との新婚生活。優しい夫だから、きっと楽しい毎日を送れるだろうなと思っていた。最初はとても幸せだった。仕事から帰ってくると夫がいて、朝起きても横に夫が眠っている。今までお互いの部屋を行き来していたのが、一緒に暮らすようになってずっとそばにいることができるようになった。それが嬉しくて仕方なかった。しかし結婚をして3ヶ月ほどが経った頃、夫からいきなりこんなことを言われた。のぞみ、いつも帰ってくるの遅いけど何をしてるんだ？え、何って残業だけど。嘘つくなよ。こんなにも毎日遅いなんておかしいだろ。いや、そんなこと言われても私は一応課長の身だし、部下よりも先に帰るのはちょっと。じゃあ俺のことは二の次か。そんなことは言ってないじゃない。いつものぞみが帰ってくるのが遅いから、俺、腹ペコの状態で待ってなきゃいけないんだぜ。それはごめん。でもあなたも少しは料理をしてほしいかなって思ってるよ。はあ？何言ってんだよ。え？家事は嫁の仕事だろ。
なんで夫にやらせようとしてんだよ。私はいきなり夫からこんなことを言われてしまってびっくりしてしまった。そんな、今の時代、別に女性が必ず家事をしなければいけないわけじゃないし、共働きなんだからお互いが協力し合って家事をするべきでしょ。私がそう言い返すと夫は顔を真っ赤にして怒った。お前がそんなやつだとは思わなかった。もういい、今日は外で食べてくる。そう言って夫は家を飛び出して行ってしまった。付き合っていた頃はこんな風に怒ったことなんて一度もない夫。私は結婚してから初めてこのような態度を取られたので動揺してしまった。確かに夫は料理はあまり得意じゃないと言っていた。だけど家事は嫁の仕事だと言うなんてちょっとひどいと思った。それから数時間後、夫は家に帰ってきた。私はどう接すればよいのかわからなかったが、夫の方から謝ってきた。のぞみ、ごめん、ついカッとなってしまったよ。だけどさっき言ったことは俺の本心じゃないから、それだけは分かってくれ。夫はそう言って私に頭を下げてきた。ここまでちゃんと謝ってくれたなら私も鬼じゃないし許そう。それにまだ結婚して3ヶ月しか経っていない。まだまだお互いの知らないところはたくさんあるはずだ。嫌な部分とかも全てさらけ出して受け入れて夫婦として歩んでいきたいと私は思っている。いいわよ別に。私も確かに仕事ばかりで家のことを2番目に考えてしまってた。結婚したからにはやっぱり夫婦の時間をもっと大事にしないといけないわよね。こうして私たちは仲直りした。私はできる限り残業を減らしてなるべく早く帰るようにした。そして帰宅すると夫のために毎日一生懸命料理を作った。この唐揚げすごく美味しいよ。本当、ありがとう。たくさん揚げたからまだまだ食べられるわよ。ありがとう。夫は私の作った料理を美味しそうに食べてくれる。それだけでも作ってくれる甲斐があるもんだ。だがだんだんと夫は自分が担当している家事をやらなくなっていった。ねえマサト、食器が洗われてないけどいつ洗うの？うん、ああそのうちな。そのうちって、私がお風呂から上がってもまだ洗われてないじゃない。うるさいな、俺は満腹で動きたくないんだよ。見たいテレビもあるし、ソファでゆっくりさせろよ。そう言って、この前も結局シンクに洗い物がたまったままだったじゃない。じゃあお前が洗えよ。え？そんなに口うるさく言うなら、お前がやれって言ってんだ。いや、家事は分担してて、洗い物はマサトがやってくれるって話だったじゃん。じゃあ今日からお前が洗い物をやれ。俺はもう洗わない。俺を怒らせたお前が悪い。そんな、夫はそう言ってテレビの方を向いてしまった。私は仕方なくたまった食器を洗った。それからというもの、夫は全く家事をしなくなった。今までは部屋の掃除とゴミ出しが夫の担当だったのだが、それすらやらなくなったのだ。それなのに夫はなんか部屋が埃っぽいなぁ、お前ちゃんと掃除しろよ、なんて言ってくるのだ。私が言い返しても聞く耳を持たず、嫁なんだから掃除くらいパパッとできるようにならないとダメだと意味不明の理論を私にぶつけてくる。そして私がこの結婚生活において不満に思っていることがもう一つある。それは夫が生活費を入れてくれないことだ。最初はお互いに数万円ずつを出して、そのお金で生活をやりくりしていた。だが結婚して数ヶ月ほど経った頃から、夫が何かと理由をつけて家にお金を入れなくなったのだ。悪いな、今月は後輩にたくさんおごることになっちゃって。なんかいろいろと引き落としが多い月だったみたいでさ、家に入れるの難しいわ。そんなようなことを言ってはお金を入れず、
最近は母さんと父さんに仕送りをしないといけなくて、と言っている。だが義父は大手企業に勤めていると義両親から聞いている。大学を出てから就職した会社にずっと勤めていると言っていたから、それなりに給料は高いはずだ。それなのに、仕送りをしなければいけないというのはどういうことなのだろうか。私がそのことについて夫に聞くも、俺もよく知らないけど、なんか生活に困ってるみたいで、と言われてしまう。あまり踏み込んではいけないのかなと思いながらも、本当なのか嘘なのか確かめたくてモヤモヤしていた。そしていくら私が課長という役職についているとはいえ、生活費をすべて私が負担するのはなかなかきついものがある。また夫は生活費を入れずに、一体何にお金を使っているのだろうか。そんなことが気になりだした頃、私のもとに一件のラインが届いた。それは合コンを開いてくれた友人だった。ねえ、今度ライブで他県の観光地にいるんだけど、これってマサト君じゃない？そんなメッセージが届いた直後に送られてきた写真を見て、私は目を疑った。なんとそこには、夫と見知らぬ女性が腕を組みながら歩いていたのだ。信じられない。まさか夫が不倫をしていたなんて。私はすぐさま更新書に調査を依頼することにした。調査結果を待っている頃、会社が繁忙期に入った。夫からは残業しないで帰ってこいと前に言われていたが、さすがに繁忙期に私だけ早く帰ることはできない。それに不倫をしている可能性が高い夫に従って、早く帰るなんて嫌だった。そのため、私は目一杯残業をして帰宅した。すると夫が鬼の形相で私を待ち構えていた。おい、俺の飯はどうした？今何時だと思ってるんだ？今は会社が繁忙期なの。だから残業をしてきたのよ。はあ？何勝手なことしてんだよ。残業しないで早く帰ってきて飯を用意しろって俺、前に言ったよな。そうやって家事をサボるなら離婚するぞ。門限一つ守れねえのか、お前は。このグズで役立たずが。夫はそう言って私を罵倒してきた。本当に自分のことしか考えていない最低な人だな。だが夫から離婚というワードを出してきてくれたのはありがたい。私はカバンから離婚届を取り出し夫に突きつけた。わかりました。離婚しましょう。え？夫は私がすんなりと離婚に応じたのが意外だったようで、しかも離婚届まで用意していたのでかなり驚いていた。なんだよこれ。なんで離婚届なんて用意してるんだよ。私はもう限界なの。家に金も入れないし、家事もやらない。それなのに私に怒鳴り散らしてコントロールしようとする。そんな人と結婚生活を続ける意味はないの。今すぐ出ていくわ。あとは一人で好きにすれば。俺はそんなの認めねえぞ。離婚なんて絶対にしないからな。夫はそう言っていたが、私は気にせずに荷物をまとめ始めた。おい、何してんだよ。出ていくって言ったでしょ。今月は仕事がかなり忙しいから、あなたに構っている余裕もないしね。そう言って私は慌てている夫を横目に家を出た。そしてとりあえず実家に帰った。両親は私がいきなり帰ってきたことに驚いていたが、話を聞いて憤慨していた。夫からは鬼電がかかってきていたが、全部無視をした。翌日、ちょうど更新書から調査結果が出たという連絡が来たので、私は書類を取りに行くことに。結果的に夫はやっぱり不倫をしていた。証拠写真もバッチリ撮れていたので、これで夫有責で離婚はできるだろう。それから夫の連絡はしばらく無視して、私は繁忙期が終わった頃に弁護士を通して夫に離婚を要求した。
夫と話し合うために義両親も呼び、私の実家で話し合いをした。離婚なんてどういうつもりだ。しかも弁護士まで連れてきてどういうつもりだよ。夫はそのように自分が被害者のように私を責めてきた。のぞみさん、あなたがいきなり家から出て行ったって聞いたけど、どういうことなの？義両親は夫から私が家事を放棄して勝手に家を出て行ったと聞かされているらしい。私は仕方ないので義両親にすべて説明してあげた。今まで夫が亭主関白で私にすべての家事を押し付けたこと、そして家にお金を入れていないこと、また最後には不倫の証拠をテーブルの上に広げてやった。これが離婚をしたい最大の理由です。不倫をするような人と結婚生活を続けることはできません。証拠付きで私がそのように言ったことで義実家の人たちはみんな顔を青くしていた。おい雅人、これはどういうことだ。あなた一体何をしてるの。義両親が夫を問い詰める。あ、いや、これはその、私はしどろもどろになる夫に改めて離婚届を突きつけた。もう言い逃れはできないからね。離婚はしてもらうし、慰謝料も支払ってもらうから。私がそう言うと夫は泣き出した。離婚は勘弁してくれよ。のぞみに捨てられたら俺遊ぶ金がゼロになっちゃうし、彼女にもおごれなくなっちゃうじゃないか。は、私は夫のありえない発言に呆れながらも気になったことを聞いた。あなた IT 企業に勤めてるんでしょ。だったらそれなりに収入はあるんじゃないの。すると夫は驚きの発言をしだした。か、会社は結婚して数ヶ月が経った頃にクビになったんだ。それからはフリーターとしてバイトをしてたんだ。はあ、どういうことよそれ。夫の発言にその場の全員が驚いた。か、隠してて悪かったよ。だけど俺の手取りは今14万で、お前に見捨てられたら生活していけないよ。慰謝料だって無理だ。だからやり直してくれ。ちゃんと反省するから。もう呆れて何も言えなかった。いい加減にしろ。お前はどこまで醜態を晒せば気が済むんだ。義父がそのように夫に怒鳴りつけた。のぞみさん、本当にごめんなさい。慰謝料は絶対に支払わせますから。義母がそう言って約束をしてくれた。義両親は夫に離婚届を記入させ、そして再度深々と頭を下げて謝罪をした。義両親が間に入ってくれたことで離婚の手続きがスムーズにいってよかった。そして私は無事に夫との離婚が成立。また慰謝料に関しては義両親が立て替えて一括で支払ってくれた。元夫は地方の田舎にある義父の弟さんの農場に連れてかれて、慰謝料分を稼ぎ終えるまで帰ってくるなと言われて、慣れない環境でひいひい言いながら働かされているらしい。だが全て元夫がやらかしたことで起きた出来事なので自業自得だ。一方、私はまた仕事に打ち込み、最近昇進の話が出た。まあ一度結婚を経験したし、今後はパートナーができてもできなくてもどちらでもいいスタンスでいながら、さらに仕事に打ち込んで結果を出していこうと思う。え、舞さんどうしたの。私がお風呂から上がると廊下で布団を敷いて寝ている弟嫁の姿があった。彼女の体は震えていて、とても寒がっているのが分かった。なんでそんなところで寝てるのよ。私が問いかけると弟嫁はうつむきながらこう言った。いつものことなので。信じられない事実を知った私はすぐに居間へと向かった。ちょっとあんたたち一体何をしてるの。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。大学を卒業して就職した会社で働き始めて
もう13年になる。結婚をしていないので、その分仕事に打ち込むことができ、今では部長という立場で責任のある仕事を任されている。たまに恋人やパートナーがいないことを寂しいと思うが、私自身仕事が大好きなので、こういう人生も悪くないなと思っている。私は多分このまま結婚はせずに独身として過ごしながら仕事人間になるのだろうな。そんなことを考えていると、母から一通の LINE が届いた。今度の正月は帰ってこれるのかしら。のぞみに会えるのをみんな楽しみにしてるわよ。普通なら嬉しい内容だろうが、私はそのメッセージを見てため息をついた。というのも、私は自分の家族が苦手だ。私は両親と弟の4人家族の中で一番稼いでいる。だから私の家族は私に何かとたかろうとしてくるのだ。私が課長になった時は、母は高級バッグを要求してきたし、父はゴルフクラブを要求してきた。弟もなぜか腕時計を要求してきて、私はとても困った。私が、私のお祝いなのに、なんでみんなに高価なもののプレゼントをしなくちゃいけないの？と言うと、固いことは言うなよ、ノリが悪いなぁ、などと言われ、私が悪いみたいになったことがある。それ以来、私は自分の仕事について家族に話すことは一切やめた。だから部長に昇進してバリバリ働いていることは話していないし、これからも絶対に話さない。私はあまり実家に帰りたくなかったのだが、今度の正月については少し悩んでいた。というのも、現在実家には弟夫婦が同居して、親と一緒に住んでいるのだ。弟の雅人と嫁の舞さんは4年前に結婚をし、もともとは夫婦だけで暮らしていた。舞さんとは両家の顔合わせの時に初めて出会ったのだが、可愛らしくて笑顔がとても素敵な、優しそうな女性だった。私は初対面だったが、彼女とちょっと話しただけで、すごく好きになった。だがそれから数えるほどしか会っていなくて、私たちが最後に会ったのは、一昨年のお盆の時だった。舞さん、久しぶりね。ちょっと痩せたんじゃない？え、そうですか？ちゃんと食べてるの？はい、この前もお菓子を食べ過ぎちゃいましたし。そうなのね。今度舞さんとカフェにでも行きたいね。ぜひ行きたいです。甘いもの大好きなので。舞さんはやっぱりそうやって優しく笑うのがとても可愛い。これは最後に会ったお盆の時の会話だ。だがこの時に私はもっと彼女に目を向けてあげていればと後悔した。お盆の集まりに参加した時は、私は舞さんと一緒にいる時だけが穏やかだった。それ以外は親や弟から仕事のことを聞かれ、どれくらい稼いでいるのかとか、どこどこに行きたいから連れて行ってくれなどと言われて、めんどくさかった。久しぶりに参加したが、舞さんがいなかったらすぐに帰っていたと思う。前回がそういう感じだったので、私は今度の正月の集まりに参加するのをとても迷っていた。だが年末が近づいてきた頃に、再び母からメッセージが来た。正月の件はどう？これそう。たくさんごちそうを用意して待ってるから、ぜひ来てほしいんだけど。母からはそういった内容のメッセージが何通も来た。ここまでしつこいと、一度言っておかないと面倒なことになりそうだ。それに前回のお盆後から、実家で同居をし始めた舞さんには会いたかった。なんなら舞さんと2人で遊ぶだけでいいのだが、私は散々悩んだが、結局正月に実家に帰ることにした。それからなんだかんだ仕事が忙しくて、あっという間に年末を迎えて、正月になった。そして新年が明けて、私は実家へと帰省した。のぞみ、よく来てくれたわね。久しぶりだな。姉さん、元気にしてたか？
両親と弟はそう言って私を出迎えてくれた。はしゃぐ三人の後ろから舞さんがこちらを覗くのが見えた。適当に三人に挨拶をし、今に向かう途中で私は舞さんと挨拶をした。舞さん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お姉さんが来てくださってとても嬉しいです。ぜひゆっくりしていってくださいね。ええ、ありがとう。私と彼女が話していると母が私を居間の方から呼んだ。のぞみ、何をしてるの。早くこっちにおいで話しましょうよ。はいはい。私は舞さんにごめんねと謝り、居間へと向かった。両親と弟は私を捕まえるといろいろと質問をしてきた。仕事は順調なの。うん、相変わらずだよ。相変わらずってことは給料も変わらずずっといいってことなのか。それは知らないけど、変わっていないならいいでしょ。姉さん、俺最近バイクにはまっててさ。始まった。両親と弟は必ずそうやって私の仕事の状況を聞いた後に自分たちが欲しいものの話をしてくる。それは要するに私に買ってほしいということなのだ。だが絶対に私は何も買い与えないと決めている。そのため家族の話は適当に聞き流していた。そんな中、私は舞さんの姿が見えないことに気がついた。あれ、舞さんはどこにいるの。私がそう聞くと両親と弟は興味がなさそうにしながら、ああ、掃除でもしてるんじゃない?と言った。え、掃除?今日は大晦日ではないし、普段家事をやっているとしても正月くらいは休んでいいだろうに。私は立ち上がり、舞さんを呼びに行った。舞さん。はい、何でしょうか?いや、せっかくのお正月なんだから、ゆっくり休めばいいのにと思って。私、舞さんともお話ししたいし。すみません。わざわざ席を立たせてしまって。私、戻った方が良かったんですね。あ、いや、そんな風に気を使わせる気はなかったんだけど。舞さんはすごく困った顔をしていた。そして何かに怯えているかのようだ。私は何かいけないことをしてしまったのかと思った。そんな時、もしかしたら彼女はこの家で居場所がないのではないかと思った。舞さん、何か悩んでることがあったら私に何でも言ってね。え。その時、彼女はとても驚いた顔をしていた。今までそんな言葉を誰もかけていなかったのだろう。彼女がとても動揺しているのが分かった。だが彼女はゆっくりと呼吸をした後、と、特に悩んでいることはないので、大丈夫ですよ、と笑顔で言った。しかし、その笑顔は以前見せてくれたような柔らかいものではなく、明らかに引きつっていた。私はとりあえず舞さんを居間に連れて行き、半ば強引に一緒にゆっくりさせることに。弟と親はなんだかつまらなさそうな顔をしていて、私は彼らの反応が気になった。そして夕方になり、そろそろご飯にしようという話になった。今日はいいお肉を買ってきたから、すき焼きで食べましょう。母がそう言って、高そうなお肉を食卓に持ってきた。おう、うまそうだな。母さん、いいの買ったね。父と弟はテンションが上がった様子でビールを開けていた。舞さんは事前に切ったであろう具材をどんどん食卓に運んでいった。私も久しぶりのすき焼きにテンションが上がった。やっぱり一人暮らしだとなかなかやる機会がないので、こういう時しか食べられない。それに一人だともったいないと思って、高い牛肉を買うことはない。だからこれは帰ってきてよかったなと思った。そして乾杯をして食事が始まった。
久しぶりに食べるすき焼きはすごく美味しかった。お肉はここ数年食べた中で一番美味しいと思う。私はそんな感じですき焼きを堪能していたのだが、また舞さんのことで気になることがあった。それは全くお肉に手を伸ばしていないのだ。お肉苦手だったかなと思うほど食べようとしていない。せっかくの高いお肉だから食べられるのなら食べてほしいと思った。舞さんもお肉食べなよ。え、私がそう言うと彼女はなぜか親や弟の顔を見た。なんていうか確認をしているような感じだ。私はなんとなく彼女がこの家でどういう立場でいるのか見えてきた。だから私は、私が食べてほしいって思ってるの。だから食べてみてくれない?と言った。すると母が、望みがそう言ってるんだから食べなさい、と言って促した。舞さんは、それじゃあいただきますと、遠慮がちにお肉を鍋から取って食べた。おいしいです。そうやって言っていたが、なんとも気まずい空気が食卓に流れた。きっと両親も弟も、舞さんが食べることを許していなかったのだろう。さっきと同じように、彼らはつまらなさそうな顔をした。それから食事を終えて、私は舞さんと一緒に食器を洗った。舞さん、あれだけしかお肉食べられなかったけれど、よかったの?いいんですよ。お姉さんがたくさん食べられたなら。こんな時でもそういう優しい言葉を言える彼女は素晴らしいと思った。そしてこんな心優しい舞さんが、この家で辛そうにしているのが見ていられないと思った。だが実際にどういう仕打ちを受けているのか私は知らない。だからどう対応してもいいのかわからない。そのうち夜遅くになり、私はとりあえずお風呂に入ろうと思った。お風呂で体を流せば、いいアイデアが生まれるかもしれない。そしてそれから、30分ほどかけて私はお風呂に入った。ふう、さっぱりした。私は髪を乾かして、脱衣場から出た。え、舞さんどうしたの?私がお風呂から上がると、廊下で布団を敷いて寝ている弟嫁の姿があった。彼女の体は震えていて、とても寒がっているのが分かった。なんでそんなところで寝てるのよ。私が問いかけると、弟嫁はうつむきながらこう言った。いつものことなので。はあ。なんと彼女は、毎日この廊下で寝るように指示されているらしい。こんなお正月の寒い時期に暖房が効いていない廊下で寝させられるなんて拷問と同じだろう。信じられない事実を知った私はすぐに居間へと向かった。ちょっとあんたたち、一体何をしてるの?居間では親と弟がテレビを見ながら爆笑をしていた。だが私が鬼の形相で彼らに怒鳴ったのでびっくりした様子でこちらを見ていた。どうしたのよ、のぞみ。そんなに怒って。どうして舞さんを廊下に寝させてるのよ。私がそう言うと、彼らは、あーっと鼻で笑った。それはあいつの部屋がないからだよ。そして俺たちの元に嫁いだってことを、分からせなきゃいけないだろう。そうよ。嫁というのはそういうものよ。はあ。私は自分の家族が何を言っているのかよくわからなかった。そんなことして恥ずかしくないの?ふん、こいつは全く役に立たないから、これくらいの扱いでいいんだよ。弟は吐き捨てるようにそう言った。どういう事情があれ、そんな扱いをしてはいけないだろう。話が通じない彼らといつまでもここにいても無駄だ。私は舞さんに荷物をまとめるように言った。彼女は困っていたが、私が大丈夫だからと言うと、覚悟を決めたようで、荷物をまとめ始めた。ちょっとのぞみ、何をしてるのよ。その嫁を連れてどこに行くって言うんだ。
どうせそいつは行くあてもないんだぞ。両親がすでに死んでるからな。実家だって大した値で売れなかったそうだしな。金もない役立たずだよ。そう、じゃあ彼女は私が連れて帰るわ。私がそう言うと、弟は自分が嫁を引き止めることはプライドが許さないのか。そうかよ、疫病神を連れて行ってくれてせいせいするよ、と言った。私は、私ももうここには一生帰ってこないわと言って、舞さんと一緒に実家を出た。彼女の荷物は驚くほど少なかった。これほどまでに、彼女はこの家に居場所がなかったのだろう。私はタクシーを拾うと、彼女と一緒に私の部屋へ向かった。舞さん、私の家族が本当にごめんね。いえ、いいんです。私も言われっぱなしで我慢することしかできなかったので、もっと言い返したり、自分の気持ちを言えばよかったんです。いや、あの人たちはハイエナのような存在だから、普通の常識が通用しないから、舞さんは何も悪くないわ。私の部屋に着いた後、私は彼女に温かいコーヒーを飲ませた。そしてとりあえず温かい部屋で一緒に眠りについた。翌日、私は舞さんとじっくり話した。彼女の話によると、弟は仕事を真面目にしないようで、全然収入が増えず、ギリギリの生活をしていたそうだ。そして彼女のご両親が亡くなった際に、遺産を当てにしたそうなのだが、相続したお金がものすごく少なかったことで、弟は彼女に対して冷たくなったらしい。それで節約のために、無理やり自分の実家に彼女を連れて行き、同居を始めたらしい。私の親は弟と似たような性格で、自分たちのことしか考えていない。だから嫁とはこき使うものという価値観だった。それで舞さんは私の親と弟から、ひどい扱いを受けていたそうだ。私はその話を聞いて、とことん呆れてしまった。そして改めて彼女に謝った。舞さん、一刻も早く弟とは別れなさい。あんな家族と一緒になっても、不幸になるだけよ。私が何度も説得をすると、彼女もようやく目が覚めたそうだ。弟と別れる覚悟を決めたらしい。それから私は彼女に弁護士の友人を紹介した。私は弟と親と言い合いをした時の会話を録音していた。そのため、彼らが舞さんにひどい扱いをしていたことは証明することができ、彼女はモラハラなどによる精神的苦痛で、慰謝料を請求することができた。弟と両親は、まさか慰謝料まで請求されると思っていなかったようで、顔を青くしながら、弁護士にどうにかならないかと懇願していたそうだ。だが弁護士は毅然とした態度で、請求は免れないと言い、舞さんのためにしっかりと動いてくれたらしい。結果的に弟は舞さんに慰謝料を支払うことになった。さらには嫁いびりをした結果、出て行った嫁に慰謝料を請求されたことがご近所さんに知れ渡り、弟と両親は陰で笑われ、誰からも相手にされなくなったらしい。そして私も彼らの番号は着信拒否にし、家も引っ越した。そのため彼らが私に接触してくることはもうできない。それから私は舞さんと仲良くなり、よく遊ぶようになった。その時に知ったのだが、実は舞さんはとても英語が得意で、一時期は塾の講師もしていたそうだ。そのため、最近はオンラインでの英語講師をしているらしく、それが結構人気で、かなり稼げているらしい。あのまま弟と親の家政婦状態だったら、きっとこんな生活はできていなかっただろう。新しい人生をスタートさせた舞さんの笑顔は、初めて会った時のように輝いていた。私はそんな彼女とこれからも仲良くしていきながら、私自身の人生も輝かせていこうと思った。え、今なんて言ったの？だから、売ったんだよ、この家。は、
本気で言ってるの？ああ、3000万で売れたんだ。母さんと愛人のために使うよ。本当に大丈夫なの？大丈夫に決まってんだろ。お前、不倫もされて家も失ったのにお人よしだな。私の言葉の意味を理解していない夫は、ニヤニヤと笑っている。だが夫はこの後、地獄を見ることになるのだった。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。夫のマサトとは結婚して7年になる。最初はそれなりに楽しく過ごしていた結婚生活も、年々と楽しくなくなっている。原因は夫にあると私は思っている。夫は私にあまり興味を示さなくなったのか、全然会話をしてくれないのだ。無視をされるというわけではないが、夫は基本的にテレビを見ているかスマホをいじっているかのどちらかだ。そのため私もだんだんと夫に話しかけづらくなり、最近は夫婦関係は冷めている状態だ。そして夫は昔と比べてかなり帰りが遅くなっている。だからなかなか一緒に食事も取れない。どうしてこんな風になってしまったのだろうか。私は広い家の中で一人寂しく食事をした。せっかく買ったこの新築の家も、夫と一緒に楽しく暮らせないなら買う必要なんてなかったのに。あ、お帰り。ああ。今日も夜遅くに帰ってくる夫。酒臭いのできっと飲みに行ってきたのだろう。きっと聞いても嫌な顔されるので、晩ご飯は、という質問すらするのをためらってしまう。昔は私のことをとても大事にしてくれていたのに、今はどうしてこんなに冷たいのだろうか。すいません、いきなり。俺、のぞみさんのことが好きなんです。え？それは突然のことだった。夫と私は同じ会社で働く先輩後輩だった。そして夫は私のことを好いていたようで、いきなり告白をしてきたのだ。私は特に恋愛対象として意識はしていなくて、ただの後輩だと思っていた。だがそうやって告白をされてから、私も彼を意識するようになった。そして私たちはそれから距離が縮まっていき、付き合うようになった。彼はとても紳士的で真面目で、私を引っ張っていってくれた。年下なのに、そうやって頑張ってリードしようとする姿はかっこいい。私はどんどん彼に惹かれていき、付き合っていくにつれて彼に夢中になっていった。それから順調に交際を続けていった私たち。そして交際を始めてから2年ほどが経った頃、彼は私にプロポーズをしてくれた。俺が一生、のぞみさんを大切にします。だから俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。私は大好きな彼と結婚することになって、ものすごく嬉しかった。早速私たちはお互いの親に挨拶をしに行った。のぞみさんとけ、結婚。ものすごく緊張して、神々の彼に私が思わず爆笑してしまい、私の両親も笑みをこぼしていた。あの頃の初々しいというか、慣れないことに頑張って挑戦している感じはすごく可愛かった。私の両親も彼の真剣な気持ちをちゃんと理解してくれて、結婚を承諾してくれた。マサト君、娘のことをどうかよろしく頼むよ。はい、僕が絶対に幸せにします。そんな風に緊張しながらも、堂々と幸せにすると宣言してくれた彼のことを、両親はとても気に入ってくれた。ちゃんと両親にも気に入ってもらえてよかった。そう思いながら、今度は私が彼の実家に挨拶へ。はじめまして、のぞみと申します。どうも。私はすぐに出鼻をくじかれた。玄関を開けて出迎えてくれた義母が、すごく冷たかったからだ。私を上から下まで見た後、ふんっと鼻を軽く鳴らして冷たく挨拶をしてきた。
もともとそういう人なのかと思ったりもしたが、彼に対してはすごく優しかった。マサト、おかえり。久しぶりね。私に向けた冷たい顔とは、打って変わってものすごい笑顔。あ、久しぶりだね、母さん。さあ、上がってちょうだい。私は彼の後ろについて義実家の中に入っていった。そして今に行くと、義父がソファーに座って待っていた。義父も私に冷たいのだろうか。そんな不安がよぎったが、義父はとても優しい笑顔で私に挨拶をしてくれた。いや、君がのぞみさんだね。マサトの父です。はじめまして。のぞみと申します。とても礼儀正しくて優しそうな人だね。マサトにはもったいないかもな。そう言って笑う義父。マサトが義父にどういう意味だよと笑いながら突っ込み、一気に和やかな雰囲気になった。義父のおかげで私は先ほどの緊張が解けて、リラックスしながら会話をすることができた。だがそれでも、なんとなく義母がまだ私に冷たいような気はした。やっぱりまだ私を嫁として認めていないのだろうか。結婚の挨拶を終えて、その後両家の顔合わせも済ませ、無事に結婚式も挙げることができた。そして新婚生活を始めた私たち。最初は、とても幸せな結婚生活を送ることができていた。料理は私が担当していたのだが、夫は何でも美味しいと言ってくれて作りがいがあった。好物を作った時はとても喜んでいて、子供のようにはしゃいでいた。今日は唐揚げだよ。え、唐揚げ。やった。めちゃくちゃ楽しみ。すぐ着替えてくるね。わあ、めっちゃうまい。のぞみは本当に天才だな。すごく美味しいよ。うふふ、ありがとう。夫がそうやって喜んでくれることが嬉しくて、私はいつも料理を頑張っていた。休みの日はドライブに行ったり、旅行に行ったりしてとても幸せな時間を過ごした。こんな風に私たちの新婚生活は、とてもうまくいっていた。しかし、それでも当時から悩みはあった。それは義母の存在だ。義母はやはり私のことを嫁として認めていなかったようで、義実家に行くと義母は私のことをいびってきた。あら、あなたまだマサトと結婚生活を続けていたのね。え？もう別れたのかと思ってたわ。義母はそう言ってニヤニヤしていた。私はそんな風に言われて、びっくりした。夫と義父がいないところでそう言ってきたのも、せこいというか悪質だ。私は結婚して初めて義実家に行った時にそう言われたので、義母とは絶対に仲良くはなれないなと思った。そしてそれからも義母は私にネチネチと言ってきては、嫁いびりを楽しんでいた。あなたって本当に地味よね。よくマサトみたいなイケメンと結婚できたわ。一体どうやってマサトを落としたのかしら。でも、私はあなたのこと認めてないからね。せいぜい頑張って、私に認められるようにしなさい。そんなことを言ってくる義母。私はどうしてこんな理不尽な人に認められなければならないのかと思い、適当に聞き流していた。義母はそうやって私のことをいびってきていたが、義父はすごく優しかった。私のことをよくしてくれるし、義実家に行くといろんな話をしてくれてとても楽しかった。だから義母から嫁いびりをされても、私はそこまで気になることがなかったのだ。それからしばらくは、平和に穏やかに暮らしていた。そして去年、私と夫は義父がローンを組んでくれた5000万の新居に住み始めた。お父さん、本当にいいんですか？ああ、のぞみさんとマサトのためなら全然問題ないよ。新しい家で幸せな夫婦生活を送ってくれ。ありがとうございます。義父が契約者となってくれたおかげで、私たちはとてもいい家に住むことができた。
そして毎月の家賃として義父にお金を二人で支払っていくことになった。新居での生活はすごく快適で、私も夫も幸せを感じていた。だがそれからすぐ義父は体調を崩して入院することに。私も夫もいきなり義父が倒れたと聞いて動揺した。お父さん、大丈夫ですか？心配かけてすまないね。ちょっと若い頃に頑張りすぎたかな。ガタが来てしまったみたいだ。義父は重い病気にかかっていて、しばらく入院することになってしまった。まさかこんなことになるとは思わず、私も夫も動揺した。それからはできる限り、仕事後にお見舞いに行くようにした。最初は夫と一緒に見舞いに行っていたのだが、夫は残業が多くなり、私一人で行くことが増えた。やあ、のぞみさん、よく来てくれたね。お父さん、調子はどうですか？ああ、今は調子は安定してるようだよ。それならよかったです。いつもすまないね。こうやって頻繁に来てくれるのは、のぞみさんだけだよ。え？妻もまさともめったに来てくれなくてね。お母さんも来てくれないんですか？私が入院した時は悲しんでいるふりをしていたみたいだが、今は私がいないことをいいことに遊んでいるようだ。私の分の晩ご飯を用意しなくて済むから、遅くまで遊びに行けるしな。そんな、私はとても悲しかった。義父はこんなにいい人なのに、どうして義母はもっと大事にしないのだろうか。義母は私のことが嫌いなだけだと思っていたが、もともとの性格も悪かったようだ。そして私は、夫が見舞いに行っていないことを聞いて疑問に思った。夫は休みの日によく見舞いに行ってくると言って、出かけていた。だから義父から義母だけでなく、夫も見舞いに来ていないと聞いて驚いた。それじゃあ、夫は一体どこに行ってるのだろうか。私は怪しいと思い、夫のことを興信所に調べてもらうことにした。すると夫が不倫していることが判明した。私はとてもショックだった。そして夫が最近冷たかった理由が、こういうことだったのかと理解した。私はこのことを義父に報告。義父もとてもショックを受けていて、そして私に謝罪してくれた。のぞみさん、本当にすまない。そして、実は私はもうそんなに長くないんだ。え？だから離婚の際に、いろいろと協力をできないかもしれない。そしてのぞみさんには、伝えておかないといけないことがある。それは私の遺産についてだ。遺産ですか？そこでいろいろと話を聞いて、確かに対策をしておかないといけないと思った。それから2週間後、義父は容態が悪化して息を引き取った。義母と夫は危篤状態になってから久しぶりに見舞いに来て、そして義父が亡くなったら医師や看護師の前で泣いて悲しんでいた。世間体を気にする義母と夫がやりがちなことだなと思ったが、病院の人たちは見舞いに来ていたのが私がほとんどだったことを知っているので、冷めた目で二人を見ていた。だが葬儀でも同じことをしていた義母と夫は親戚たちから同情されていて、私は少し複雑な気分になった。それから義父の遺産が分配されたのだが、すぐに義母と夫は海外旅行に行っていた。私はその切り替えの早さに呆れた。というより泣いていたのは嘘泣きで、本当は遺産のことしか考えていなかったのだろう。そして夫はある日、驚きのことを言い出した。この家売ったから、お前さっさと出て行けよ。え？今なんて言ったの？だから、売ったんだよ、この家。本気で言ってるの？ああ、3000万で売れたんだ。母さんと愛人のために使うよ。ああ、愛人というのは俺の新しい再婚相手な。お前よりも若くて綺麗な女が、俺と結婚することになったんだよ。だからお前はもう用済み。
夫はそう言って勝ち誇った顔をした。不倫のことは知っていたからどうでもいいのだが、まさか家を勝手に売ったなんて。本当に大丈夫なの？大丈夫に決まってんだろ。俺の心配をしてくれてんのか。お前、不倫もされて家も失ったのにお人よしだな。私の言葉の意味を理解していない夫は、ニヤニヤと笑っている。だが夫はこの後、地獄を見ることになるのだった。いや、そんな風に心配するとかは絶対にないんだけど、ローンとか大丈夫なの？それはお前が残りを支払えばいいだろ。お前にローンの責任があるんだから。ああ、それって遺産の説明の時の話のこと。そうだよ。俺とお前でローンを相続したんだから、残りのローンはお前が支払え。遺産を相続してるんだから、お前にも支払い義務があるぞ。今残ってるローンがだいたい4500万で、夫婦で半分だと2250万くらい。俺は家を売った金で自分の分のローンを支払うから、750万のプラスってわけだ。このお金でパーッと結婚式と新婚旅行をして、幸せな家庭を築くんだ。へえ、ずいぶんと立派な計画だこと。だけど、残念だけど私は遺産を相続放棄したから、ローンの支払い義務はないよ。え？いやいや、そんなこと絶対にないだろ。お前は遺産をもらっただろうが。私は一切手をつけていないわ。だから遺産を放棄できたの。え？そしてあなたとお母さんは、好きなように使っていたわよね。だからその瞬間、お母さんに相続の意思があると認められて、ローンはあなたとお母さんが支払うことになるわ。な？ちょっと待って、嘘だろ。本当よ。まさかあなたがあの家を売るとは思わなかったけどね。でもどっちにしろ私がローンを支払う義務はないの。ふざけんなよ。どうしてそんなことできたんだよ。だってあなたが不倫してること知ってたから。え？そしてそのことをお父さんに相談したら今回の作戦を提案されたのよ。父さんも知ってたのか。ええ、とても悲しんでたわ。お父さんが私にローンの支払い義務がなくなるように仕向けてくれたの。まあ、あなたがお母さんを裏切るならお母さん一人で2250万のローンを背負うことになるわね。だけどあなたと不倫相手にはもちろん慰謝料を請求するから一人当たり300万はもらうことになるわ。そんな。そしたら俺たちの手元には150万しか残らないじゃないか。手元に残るお金があるだけマシじゃないかしら。じゃあ、私は荷物まとめて実家に帰ることにするわ。待ってくれ。やっぱり離婚はなしで。お前とちゃんと向き合うから、また夫婦仲良くしよう。そんなこと言って不倫相手と陰で遊ぶんでしょ。いやいや、あいつなんてただの遊びだし、可愛いから一緒にいるだけの飾りだよ。結婚生活を続けるならお前のような性格のいいやつの方がいいって気づいたんだ。無理よ、私はもう気持ちが離れてるから。あと、あなた本当に最低ね。不倫とはいえ再婚しようと思ってる相手のことをそう言うなんて。私はそう言ってすぐに荷物をまとめて家を出た。ちなみに今回の夫との会話は録音していたし、更新所の調査で不倫相手の住所などは分かっていた。だから私は不倫相手についてひどいことを言った夫の録音音声を彼女に会いに行って聞かせた。不倫相手は絶句していて、すぐに夫と別れる決意をしたようだ。これで夫は結局全てを失うことになった。その後、私は弁護士を通して夫と離婚をし、夫と不倫相手に慰謝料を請求。義母はまさか自分がローンの支払いをすることになるとは思っていなかったようで、家を売ったお金をどちらが持つか夫と揉めたらしい。結局、残っていたローンの4500万は、家を売ったお金で得た3000万でまず1500万まで減らし、
それを二人で割って750万ずつを夫と義母がそれぞれ借金として背負うことになった。そして夫は私への慰謝料の300万もあるので、合計1050万の借金を背負うことになった。しかも夫は結婚して数年が経った頃に転職をしていて、給料も前の会社の時より下がっていた。だから返済はかなり辛いだろう。さすがにそこまでの借金が増えたのは大変だろうなと思うが、自業自得なので同情はしない。一方、私はローンから解放されただけでなく、慰謝料を合計600万もらえることになり、一気に生活が楽になった。もちろん堅実に仕事をしているし、慰謝料は全部貯金や投資に回そうと思っている。とりあえずは仕事に集中しながら、独り身の生活を充実させていこうと思う。のぞみ、旦那さんとは今すぐ離婚した方がいいわ。え、なんで？これを見てちょうだい。そう言って彼女は監視カメラに映った映像を見せてくれた。え、嘘でしょ。そこに映っていた映像を見て私は衝撃を受けた。許せない。絶対に復讐してやるんだから。私の名前はのぞみ、40歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して10年になる。私たちは共働きで安定した収入を得ながら、夫婦仲良く生活をしてきた。少し問題があるとすれば、私たちはなかなか子供ができなかったこと。だけどこれからは夫婦だけで仲良く過ごそうと決めて、それからあっという間に5年が過ぎた。だが今まで簡単に来れたわけじゃない。実は他にも大変なことはあった。私は問題とは思いたくなかったのだけれど、夫が5年ほど前に若年性認知症を発症したのだ。最初は一緒に出かけるときに忘れ物が多いことくらいだった。でもそういう人はいるし、私はただ彼がおっちょこちょいなのだと思っていた。だが、急に車の運転の仕方を忘れたり、会社に行くのを忘れたりと違和感を感じるミスを多くするようになった。さっきご飯を食べたのに、ご飯はまだか？と聞いてきたり、5分前にお風呂に入れるか確認してきたのに、またお風呂は入れるのかと聞いてくることなどもあり、とにかく私は夫の言動が気になるようになった。これって認知症。いや、だけどまだ夫は30代だし。そう思いながらも夫の言動は明らかにおかしくて、仕事に支障をきたすレベルだった。そのため、私は夫のことを検査してもらうことに。その時に、私が中学時代から仲の良かったゆかに相談をした。看護師をしているので、認知症の検査についていろいろと聞けると思ったのだ。彼女はすぐに相談に乗ってくれて、知り合いの先生に夫を見てもらえるよう頼んでくれることになった。私はすぐに夫を連れて病院へ。そこで検査をしてもらった結果、若年性認知症を発症していることが分かったのだ。私は絶句した。どうして夫が？だが夫に罪はないし、私たち夫婦で乗り越えなければ。私はその時、今まで以上に仕事に打ち込む覚悟を決めた。私がこれから一家の大黒柱だ。それからは必死になって働いた。夫は仕事を辞めて、ホームヘルパーさんが来て日中に世話をしてもらうことになった。その間に私は一生懸命に働いた。人間死ぬ気でやれば結果は出せるもので、この5年の間に私は部長に昇進。給料も一気に上がり、夫の介護費用なども問題なく支払えるようになっていた。そんな中、いつも定期検診に通っていた病院が潰れてしまった。何でもいきなり経営が悪化したようで、畳むしかなくなったという。私はこれからの夫の定期検診をどうしようかと悩んだ。そんな時、高校の時に仲の良かった舞から連絡が来た。のぞみ、久しぶり。
舞、どうしたの？実はつい最近、日本に戻ってきたんだ。え、そうなの？だから直接会って飲みながら話そうよ。もちろん。私はそう言って、舞と久しぶりに飲みに行った。その時は、夫の介護はヘルパーさんに夜も来てもらった。久しぶりね。舞、なんかアメリカ人っぽい雰囲気になったね。メイクとか特に。あら、そう。まあ、アメリカ人の彼氏とずっと一緒に暮らしてたからね。そうなんだ。結婚はしなかったの？うん。なんだかんだで性格の不一致で別れることになってね。それに、ちょうどその頃に日本の大学病院でお世話になっている先生から、こっちに来ないかと誘われたから帰国することにしたの。なるほどね。舞は医師をしていて、約10年前にアメリカに渡って海外の医学を学んでいた。それが10年ぶりに帰国して、日本で医者として働くことになったのだ。私は舞に夫のことを話した。あら、結婚式の時には、あんなにかっこよかった旦那さんが大変なのね。私たちが結婚式を挙げたのは、ちょうど舞が渡米する直前だった。だから舞は私の旦那のことを覚えていた。定期検診の病院を迷っているなら、私が働く病院にすればいいじゃない。先生を紹介してあげるわよ。本当に？助かるわ。後日、舞はすぐに頼んでくれたみたいで、定期検診についての書類を私の家に送ってくれた。あなた、今度からの定期検診はここですることになったからね。前の病院は潰れてしまったから新しい病院よ。私はそう言って書類を夫の前に置いた。すると一瞬だが、夫が目をぎょっとさせた気がした。もしかして何か問題があったのだろうか。だがあまり気にすることなく、私は夫を連れて病院へ。すると、そこで私は意外な人物に遭遇した。あれ？ゆかじゃない。あ、のぞみ。どうしてここにいるの？って、もしかしてここがゆかの職場？ゆかは看護師の制服を着ていた。誰が見ても、ここで働いているとわかるだろう。そうだよ。言ってなかったっけ？この大学病院で私働いてるの。そうだったんだ。私はさらに安心した。学生時代に仲の良かった信頼できる人が二人もいる病院なら絶対に問題ないだろう。そういえば、私が紹介した先生の病院潰れちゃったみたいね。なんかごめんね。うん、いいのよ。夜逃げみたいだし。本当は経営がうまくいってなかったみたいね。それよりも、こんな大学病院で見てもらえるのはありがたいわ。まあ、でもやることは小さい病院と同じだから。旦那さんの具合はどう？ええ、今のところは落ち着いてるわ。それならよかった。私が担当するから旦那さんを診察室に連れて行くわね。わかった。よろしくね。ゆかはそう言って、私の夫と一緒に診察室へ向かった。私は待ち時間が2時間くらいと言われたので、近くのカフェに行って時間を潰すことに。読みかけの小説を開き、美味しいコーヒーとシフォンケーキを食べてゆったりとした時間を過ごした。気がつくと2時間があっという間に経っていたので、私は慌てて店を出て病院へ。受付に向かうと、私は後ろから声をかけられた。のぞみ。振り向くとそこには舞が立っていた。あ、舞。舞の白衣姿初めて見るけど、かっこいいね。海外ドラマに出てくる女医みたい。私がそう言っても、舞はなぜか険しい顔をしていた。何か気に障るようなことを言ったかな。するといきなり、彼女はこんなことを私に言ってきた。
のぞみ、旦那さんとは今すぐ離婚した方がいいわ。え、なんで？いきなり離婚した方がいいだなんて、どういうことだろうか。私は全く意味がわからなかった。舞は、ここじゃちょっと、と言って、人が少ない廊下まで私を連れ出した。どういうこと？別れろって。実は私、見たの。何を？ここの病院の看護師と、旦那さんが関係者しか入れない部屋に入っていったところを。え？看護師というと、ゆかということだろう。診察室に案内されたはずだけど。あそこは診察室から離れた場所よ。なんだか気になって後をつけたの。部屋は少しだけ開いてて、中はあまり見えなかったけど声が聞こえてきたの。ちょっとこんなことを言うのはあれだけど、生々しい会話で二人は完全に関係を持っている様子だったわ。そ、そんな。嘘でしょ？だってマサトは認知症だし、それに、その看護師は私の元同級生で親友なんだよ。え、そうなの？舞とゆかはお互いのことを知らない。だから、ただの看護師だと思っていたようだ。ねえ、本当に旦那さんは認知症なの？え、アメリカの病院でもあったのよ。若年性認知症と偽っていた事例があったのよ。そ、そんな。私はにわかには信じられなかった。夫は確かにこの5年間、認知症と呼ばれるような症状が出ていた。それも、すべて演技だったというのだろうか。だが舞が嘘をついているとも思えないし、彼女が私に嘘をつくメリットがない。私は何を信じていいのかわからなくなった。そうこうしているうちに、ゆかと夫が戻ってきた。のぞみ、お待たせ。定期検診終わったから、書類は後日郵送するわ。わかったわ。舞はゆかたちの姿を見かけた瞬間に、私に、私はバレないようにこれからも調べるから、と小声で言い、その場を去った。それから私はもやもやした状態で日々を過ごした。ヘルパーさんにも確認したが、夫は確かに認知症のような症状や発言をしているという。だがその時、ヘルパーさんが何かを思い出したようだ。あ、そういえば私が家に着いた時、ちょうど電話をされてたんですけど、その時の受け答えがハキハキしてたんですよ。まあ認知症の人でも、調子いい時はそういう話し方になる方もいるので何とも言えないですが、その点はちょっと引っかかりましたね。そうですか。ありがとうございます。少しずつ夫に対しての疑惑の証拠が上がり始め、私はさらにモヤモヤした。するとそんな時に、舞から連絡が来た。すぐに会いたいから来てほしいと。私は舞が指定したカフェにすぐに向かった。すでに彼女は席に座っていてコーヒーを飲んでいた。私もコーヒーを注文し彼女の向かいに座る。これを見てちょうだい。そう言って彼女は監視カメラに映った映像を見せてくれた。え、嘘でしょ。そこに映っていた映像を見て私は衝撃を受けた。なんとそれはゆかと夫が病院のいろんな部屋で行為に及んでいる映像だった。ちょうど清掃が終わって、誰も入らないことを分かっている部屋を狙って、イチャイチャしてたみたい。なんか最近、話題になってたのよ。清掃に入ったはずの部屋が少し汚れているって。それで私、警察に相談して事件性があるかもってうまく話して、防犯カメラの映像を見せてもらったの。そしてちょっと申し訳ないけど、映っている人があなたの旦那だってことを正直に話して、映像をスマホで映して証拠としたいってお願いしたの。結果的に、いろんな人にあなたの旦那が不倫してたことが知られちゃったんだけど、ごめんね。うん、いいわよ。むしろありがとう。
証拠をつかんでくれて。私は夫とユカに対しての怒りでいっぱいだった。許せない。絶対に復讐してやるんだから。それから私はすぐに弁護士に相談をした。十分すぎる証拠をつかんでいたので、私は夫の有責で離婚ができるそうだ。そしてすべての準備が整ったので、私は夫を連れて病院に行き、ユカに会いに行った。ちょっと、どうしたの？ここって病院で使う会議室みたいなところよね。なんでのぞみとマサトさんが？それにその方は誰？怪訝な顔で私に聞いてくるユカ。彼は私が雇った弁護士よ。私がそう言うと、ユカはもちろんのこと隣にいた夫も驚いた。そして部屋のドアが開き、舞が入ってきた。先生、どうしてここに？ユカは舞が入ってきたことを不思議に思い、そう聞いた。私はのぞみの高校時代の親友なの。そして、あなたとマサトさんの不倫現場を目撃したのよ。舞の発言にユカと夫の顔が真っ青になった。私がマサトさんと不倫。そう、そんなことあるわけないじゃない。必死になってごまかすユカ。だがそこで弁護士が証拠映像を二人に見せた。残念ですが、お二人には弁解の余地もありませんよ。ちょっとなんでこんな映像が。ユカはパニックになっていた。夫も冷や汗をだらだらと流している。ずっと私のこと、二人で騙してたのね。あなたの演技力には恐れ入ったわ。役者としてやっていけるんじゃないの？まあ、不倫野郎の詐欺師というリアルな前科がついてるから、メディアには出られないだろうけど。私がそう言うと、舞がさらに加勢した。あなたが認知症だと偽っていることは、調べがつきました。ユカさんが紹介した個人経営の病院は、院長が詐欺をしていて夜逃げしたんですよね。そういうやぶ医者だと知りながら、あなたはマサトさんが認知症だという嘘の事実を作り上げたんでしょう。もう言い逃れはできませんよ。そんな。夫は逃げ場がないと分かったようで、それからはハキハキと話し始めた。のぞみ待ってくれよ。俺が悪かった。不倫したことは謝るから離婚はしないでくれ。俺はもう働くのが嫌なんだ。ずっとお前に養ってもらってもう働く意欲は消えてる。は、何甘えたこと言ってるの？あなたとは絶対に離婚するし、慰謝料も絶対に支払ってもらう。それに、あなたとユカが支払うのはそれだけじゃないわよ。病院の部屋で不特定多数が出入りする場所で行為をしたのですから、公然わいせつ罪です。お二人は罰金刑になるでしょうね。そんな。それにユカさんでしたっけ？あなた同じ病院で働く者として言わせてもらうけど、恥ずかしくないわけ。命を扱う神聖な場所で、業務をサボってそのようなことをするなんて。このことは院長に報告してるから、あなたはクビになるそうよ。そんな。ユカと夫は顔面蒼白の状態でうつむいた。誰も彼らの味方をする者はいない。その後、私は正式に夫との離婚が決まった。そして夫とユカに慰謝料を請求した。夫は実家を頼ろうとしたが、自分の両親のことも認知症だと偽って騙していたので、大激怒されて絶縁されていた。そのため誰も頼れる人がおらず、現在はフリーターで働きながら、ボロアパートで生活をして慰謝料を少しずつ支払う生活を送っている。ユカも同様で、親から絶縁され、さらには院長があらゆる病院にユカのことについての情報を共有したことで、どこの病院からも雇ってもらえなかったらしい。結局、彼女も元夫と同じようにアルバイトをしながら、
慰謝料を支払う悲しい生活を送っているようだ。だが全ては自業自得なので同情の余地はない。一方、私は会社近くの単身用マンションに引っ越して新しい生活を始めた。夫のためを思い、頑張っていた仕事で結果を残せていたのが不幸中の幸いと言うべきか、部長なので稼ぎはかなりいい。これからは独り身なのでかなり貯金もできる。しばらくは恋愛とかはこりごりなので、とりあえず今は毎と休みを合わせて、独身で裕福な者同士、旅行とか行って贅沢を楽しもうと思う。久しぶり、元気。私はついにアキラと結婚することになったよ。しかも大きいお庭付きの一軒家も買うの。ごめんね、私ばかり幸せになっちゃって。それきっと詐欺よ。あなたはアキラに騙されてるわ。私の名前はのぞみ、26歳のフリーター。現在はファミレスで働いていて、今の職場で働き始めて半年が経つ。私はもともと大学卒業後に会社員として一般企業に勤めていた。そして就職してからは一生懸命に仕事を頑張っていた。そんな時に、私は会社の先輩のアキラと距離が縮まり、交際がスタート。アキラはとても仕事ができる人で、周りからも頼りにされている優秀な先輩。私が新入社員として入ってきた時に、私の教育係を担当してくれたのだが、その時もとても優しくて紳士的で私はとても憧れていた。だから彼から食事に誘われた時は本当に嬉しかった。その後、食事を重ねて交際することになったのだ。付き合ってからも順調に交際を進めた私たちは、付き合って1年後に彼からプロポーズを受けて結婚することになった。お互いの両親への挨拶にも行き、結婚の承諾ももらっていた。これから彼と幸せな家庭を築く。そう思っていた。だが、その時に思いもよらないことが起きた。悪い。別れてくれ。え、どういうこと？俺さ、ユカと付き合うことにしたから。え、ユカとは私の親友だ。私がアキラと付き合っていた時にも何回かユカに会わせたことがあるが、まさか二人が私の知らないところでつながっていたとは。私はショックで思考が追いつかなかった。そしてユカからは、ごめんね、アキラは私の方がいいみたいと LINE が来ていた。私は親友に裏切られ、婚約者にも裏切られたのだ。しかも私は婚約を機に会社を退職したばかり。つまり仕事もプライベートでの幸せも全てを失ったのだ。私はアキラに慰謝料を請求しようとしたのだが、彼は家を引っ越していて、さらには仕事も変えていた。どうやら寿退社で私が会社を辞めたのに婚約破棄となり、自分が会社に残っているのはさすがに周りの目が気になったようだ。私は仕方なく義実家に連絡を取ったのだが、なぜか義両親は私がひどいことを彼にしたということになっていて、全く取り合ってもらえなかった。私はなすすべがなく、泣き寝入りするしかなかった。それからはしばらく落ち込んでいた。精神的なダメージは相当なものだった。なので失業手当をもらいながら、1年くらいは仕事はせずに療養していたと思う。そして少しずつ心が回復してきたので、私はとりあえず働くことにした。それでもいきなり会社員は精神的な負担を考えて厳しいと判断したので、家の近くにできたファミレスのオープニングスタッフとして働くことに。ずっと会社員でデスクワークをしていた私にとっては、飲食の仕事は新鮮でまた学べることも多かった。職場の人もいい人で、私にとってとても働きやすい場所だった。店長の正人さんは、私にとても優しく丁寧に仕事を教えてくれた。だから初心者の私でもすぐに仕事を覚えることができた。
それからは私はもともと週4日で働いていたのをシフトを増やして週5日に。ファミレスの仕事を一生懸命頑張ろうと思い、接客についても自分で勉強や研究を始めた。しかし、そんな風に仕事に打ち込み始めた頃にいきなりユカからメールが届いた。久しぶり、元気。私はついにアキラと結婚することになったよ。しかも大きいお庭付きの一軒家も買うの。ごめんね、私ばかり幸せになっちゃって。ラインはブロックしていたが、メールまでは設定をしていなかった。ユカはわざわざ写真付きで、アキラとのウェディングフォトと一軒家の写真を送ってきた。ラインで連絡が取れなかったからって、そうやってメールで連絡してまで私にマウントを取りたいなんて、本当にどうしようもない女だ。そんな人が私の婚約者を奪い、しかも結婚するなんて。さすがにショックだったが、私はもう二人のことはどうでもいいと思っていたので放っておこうと思った。二人の写真をバイトの休憩中に見ていると、たまたま一緒のタイミングに休憩に入っていた正人店長が、お友達ですか?と聞いてきた。どうやら、写真に写るユカのウェディングドレス姿が目に入って気になったらしい。あ、いや、元友達ですかね。え?不思議そうな顔をする正人店長。私はもう気にしていなかったので、正直に全てを正人さんに話した。正人さんは話を聞いてびっくりしていた。そんなことがあったんですか。よく立ち直りましたね。裏切られた直後は本当にどうにもならないくらい感情がぐちゃぐちゃでした。それはそうですよ。のぞみさんが元気になられて本当に良かったです。ありがとうございます。すると店長は、あれ、この男と言って写真に写るアキラのことをじっと見ていた。どうしたんですか?この男の知り合いですか?のぞみさんはこの男とはどこで知り合ったんですか?私が入社した会社の先輩だったんです。まるまるっていう会社の。そうなんですね。彼は今もその会社に?あ、いえ。私が慰謝料を請求しようとすると、すでに辞めていて行方もわからない状態なんです。なるほど。私は正人さんは一体どうしたのだろうかと思った。だがそのタイミングで休憩が終わってしまったので、その日は特に何も聞けずに終わってしまった。それからもユカからは自慢メールが届いていた。私はあまり気にしていなかったのだが、興味本位でどういう内容が届いているのか見ることに。その内容は、やれ高級レストランに行ったとか、やれ海外旅行に行ったとか、高級ホテルのスイートルームに泊まっただとかいう自慢ばかり。だが私は疑問に思った。アキラが今どんな仕事をしているのかは知らないが、会社員時代はそこまで給料は良くなかったはずだ。私たちが働いていた企業は中小企業だし、給料も平均かそれよりちょっと低いくらいだ。だからユカが自慢するようなお金持ちの生活は当時のアキラの給料じゃ実現は無理だろう。でも別に私には関係のないことか。そう思い、私は今まで通りの日常を過ごすことにした。するとある日の仕事の休憩中、正人さんからご相談があるのですが、と話しかけられた。一体何だろうと思っていると、なんとアキラのことについていろいろと聞きたいそうなのだ。あなたのことを裏切った男について詳しく聞くのは、のぞみさんの傷をえぐるようで心苦しいのですが。まあ、そうですが。何か調べる理由があるんですか?実は。私は正人さんの話を聞いてびっくりした。まさかアキラがそんなことをしていたなんて。私は正人さんに協力することにした。アキラが常連だったバーとか、趣味嗜好などを教えてアキラが出入りしそうなところを二人で考えた。それからは地道にいろんな場所に行き、
アキラを見つけることに成功。ただ私が接触すると、また行方をくらますだろうから、マサトさんが彼に接触することに。マサトさんは人当たりがいいので、アキラもだんだんと心を開いていき、自分の悪事をばらし始めたようだ。ある程度証拠が集まったところで、私はユカに連絡をした。わざわざ LINE のブロックを解除して、電話をした。もしもし、どうしたの？私の生活が羨ましすぎて連絡しちゃったのかしら。そういうわけじゃないわ。あなたに忠告をしようと思って。忠告？一体何よ？アキラのことだけど、あなた騙されてないわよね。ああ、私が騙されてる。何言ってんのよ。そんなわけないでしょ。嫉妬心から変なこと言わないでくれる？あなた、一軒家を購入してもらったって言ってたけど、アキラが一括で購入したの？はあ、なんでそんなことを聞くのよ。いいから教えてちょうだい。ローンを組んだって言ってたわよ。え、もしかしてあなた、頭金とか渡してないわよね。え、ああ、まあ200万くらいは渡したけど。アキラが必要だから貸してくれって言ったからね。そんな、他には何か持ってきてとか言われなかった？ええ、うん、印鑑とか大事な書類とか必要だからって言われたままに渡して、あとは任せたけど。あらら、そうなのね。さっきから何なの？あんた何が言いたいの？それきっと詐欺よ。あなたはアキラに騙されてるわ。はあ、何言ってんのよ。アキラがそんなことするわけないじゃん。確かにあの人、とても誠実そうに見せるのうまいものね。私も騙されてたわ。ちょっと、アキラはもうあんたの婚約者じゃないし、私の婚約者なのよ。私のアキラの悪口を言うのは許さないわ。好きにしなよ。でも私は忠告したからね。ふん、負け組の残念な女が。二度と連絡してくんな。そう言ってユカは LINE 電話を切った。あそこまで洗脳されてちゃダメだな。仕方ない、別の方法でアキラとユカと接触するか。そして私とマサトさんはもう一つの方法を実行することに。それはアキラと仲良くなったマサトさんがダブルデートをしようとアキラを誘うこと。マサトさんはその際にアキラに、楽にもっとお金を稼げる方法があると言って誘い出してもらった。そして個室の居酒屋で会うことにし、アキラとユカがいるところに私とマサトさんが出向く。すると二人は私が登場したことに驚いていた。どうしてお前が？なんであんたがここにいんのよ。こうでもしないとあんたたちと会うことはできなかったからね。ふざけるな。俺は帰るぞ。その場から立ち去ろうとするアキラをマサトさんが止める。待ってください、今逃げたら警察に通報しますよ。は？どういうことだよ。っていうかあんた俺の味方じゃなかったのかよ。なんでのぞみと一緒にいるんだよ。私とのぞみさんは職場の同僚です。そしてあなたに制裁を加える目的でここに一緒にいます。制裁？アキラさん、あなたは今回のユカさんの件も含めて結婚詐欺を2回もしていますね。何のことだよ。アキラが動揺する。するとユカがちょっとのぞみ、あんたね、この誰だかわからない人に何か変なことを吹き込んだのと私に叫んできた。黙って聞いてなよ。私はきっと睨みユカを黙らせる。そしてマサトさんが話を続けた。私は6年ほど前にアメリカにいた時期があるのですが、
その時に舞という日本人女性の友人がいたんですよ。マサトさんがそう言った途端にアキラの顔がこわばった。舞。ええ、あなたがよく知る舞さんです。結婚を約束しておきながら結婚式の費用の300万を奪ってあなたは日本に逃げたんですよね。アキラは目をパチパチさせながら黙り込んでいる。嘘でしょ、アキラ。さすがのユカもびっくりしていた。彼女はあなたに裏切られてひどく落ち込んでいました。私は父の友人であった舞さんのお父さんにも可愛がられてまして、アメリカにいた時はよくお世話になっていたのですが、お父さんもとても憤慨していました。ですがあなたをようやく見つけることができました。今日は舞さんとお父さんにも来てもらっています。え？すると個室のドアが開き、二人が入ってきた。アキラは二人の姿を見てぎょっとしている。やっと見つけたわ。貴様、これからどうなるか分かってるの？アキラは逃げようとしたが、全員でそれを阻止した。そして結婚詐欺をしたとして警察に突き出した。ユカはびっくりした様子でアキラが逮捕されるのを見ていた。今まで贅沢な生活をさせてくれていたのは全て詐欺で得たお金を使っていたのね。のぞみ、ありがとね。私も騙されるところだったわ。ユカが安堵した表情でそのように言ってくる。あんた何言ってるの？え、私はあんたのこと許してないから。不倫をした慰謝料を請求するからね。あんたの今の職場も住所も更新所に調べてもらって分かってるんだから、血の果てまで追いかけるわよ。そんな。私は弁護士を通してユカに慰謝料を請求。きっちりと300万を支払ってもらった。そして逮捕されたアキラにも慰謝料を請求した。こうしてアキラは罰金も含めて多額の借金を背負うことになった。舞さんを騙して得たお金はアキラの両親が肩代わりして支払ったそうだ。アキラが改心することはないだろうが、ご両親にちゃんとお金を返してほしいものだ。その後、私は今回の件で雅人さんとの距離が一気に縮まり付き合うことに。そしてびっくりしたのだが、なんと雅人さんはこのファミレスチェーン店の経営者の息子で、いずれ社長を継ぐことが決まっていたらしい。現在は現場研修として店舗で働き、もう少ししたら本社での仕事が始まるところだったとのこと。マサトさんは私が真面目に仕事に取り組む姿に惹かれて私のことを好きになってくれたらしい。私たちは順調に交際を重ね、そしてマサトさんにプロポーズされて結婚することになった。だが結婚しても私はすっかりこの仕事が好きになったので、今もファミレスのホールとして働いている。まさか自分の人生がこのような展開を迎えるとは思わなかったが、せっかく得た縁を大事にしながら夫との幸せな結婚生活を楽しんでいこうと思う。